いつもご視聴ありがとうございます。クーズオでございます。こちらの動画ですが NBA2023-24 シーズンの戦力分析シリーズの総集編となっております。なので本動画で私のチャンネル初めて知ったよっていう方は、総集編である以上次の注意点とかなり長尺の動画であることをご理解いただいた上で、ぜひ作業用、睡眠用、勉強用などで本動画お楽しみいただければなと思っております。まず最初に本動画総集編の動画である構成上、ルール説明は1回だけさせていただいた上で、一部省かれている部分や編集の都合上カットできなかったミス等がそのままであることをご了承ください。また本動画の最後の方にシーズン開幕改定版のクズオレーティングロスター表を載せております。でもしそちらだけ見たいよっていう方は、固定コメントと概要欄の方にクリップを貼っておきますので、そちらまで飛んでご覧いただければ効率が良いかと存じます。そして各動画の録音日時の都合上、ロスターの方が開幕前のもの、リラードやホリデーのトレードが起きる前のものとなっていることをご了承ください。それだと間違った認識を与えてしまう可能性もありますので、開幕後のロスターっていうのは先ほども言いました動画後半の方に貼っておりますので、そちらが完成版として認識していただければなと思います。ではこちらが動画を楽しく見るためのルールとなっております。1、2、人によって価値観であったり認識が違うものです。そして私の主観が入ってこちらの動画は作っております。なので3番ですね、あなたの意見は押し付けないでください。思うだけなら勝手です。僕はこう思うけどあなたはどう思いますかなど、他者を立てた上でのコメントをお願いします。それができない方は私の独断と偏見でブロックさせていただきますのでご了承ください。レーティングのルールはこちらとなっております。 2K レーティングと違って人数制限を設けております。で、各人数制限については動画を1回止めて右の表を参照してください。絶対評価ではなくて相対評価である関係上、 2K レーティングより低く選手を設定してあることは仕様となっておりますことをご理解ください。またあくまで開幕前に作ったレーティングですので、シーズン中に必ず変動が起こるものとしてご覧いただければなと思います。そしてルーキーはまだ NBA ではプレイしていないプレシーズンのみでプレイしたレーティングである以上、一律で F1、F2 ランクとさせていただいております。なのでウェンベヤマやスクート・ヘンダーソンが F ランクとなっておりますが、それはあくまで NBA 経験がないという仮定上、他選手、現役選手の枠を開けるための処置であることをご理解の上ご覧ください。それでは本編の方に入ります。かなり長い動画となっておりますので、作業中、移動中でのながら聞きでも構いません。できるだけ長く聞いていただけたら幸いです。それでは行きましょう。15位予想、サンアントニオスパーズ。よくさ、100年に一度とか、1000年に一度の美少女とか言うじゃないですか。大体そういうのね、誇張表現なんですよ。ただ、この男に関しては、あ、バスケットボールにおいてこういう選手って来ちゃダメなんだなって分かるレベルでやばい。そんな今年から NBA 見始めた人にでも、はい、この人がおそらく10年後に最強になってますって言える選手が今年来てしまいました。そしてその選手っていうのは、この NBA の77年目ですかね、次。の歴史の中で最も偉大な選手になる可能性があります。そのチームとはサンアントニオスパーズですね。そのチームの今日は戦力分析やっていきたいと思います。今回も NBA 初心者素人に分かりやすくクズオレーティングという 2K レーティングとは違った指標を用いて選手を解説しますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。それでは行きましょう。まず最初にガードウィングポジションですね。一番ポイントガードの層が薄いんじゃないでしょうか。もちろんトレー・ジョーンズも結構いい選手でゲームを安定させてくれるタイプのガードではあるんですけど、最近の NBA ってこういうコントロールタイプのガードよりもスコアリングとかスペーシング与えてくれるガードの方が重要だったりするんで、トレー・ジョーンズはどちらかといえば控えで使いたいんですよね。その点で言うとスパーズには僕的にはスタメン級のポイントガードいないと思います。ブレイク・ウェスリーも全然まだまだ、デモンテ・グラハムはねちょっと経験はありますけど、飲酒運転で2試合ぐらい出場停止だったかなってのと、ディフェンスがやばすぎる。スパーズね、だから将来的にはここをドラフトで埋めるか FA で埋めるかトレードで埋めるかはした方がいいと思います。続いてシューティングガードのデビン・バセル、最近契約延長しましたね。5年約150ミリオン相当だったかな。一見今のバセルに対して高いかなと思うかもしれないんですけど、今後 NBA のサラリーキャップって上がっていくんで、バセルの契約っていうのは徐々にお買い得契約に僕はなってぐらいの選手だとは今でも思います。ディフェンスも上手いっていうのがね、この手のスコアリングガードにしては珍しいですよね。ただじゃあ彼がオールスターレベルのゲームチェンジャーになれるかっていうと、ウエストのガードの層も結構厚いので、だから最低でもオールスターに選ばれるデビン・ブッカーとかドノバン・ミッチェルとか、同年代のトップシューティングガードアンソニー・エドワーズレベルになるかっていうとまだまだかなと思います。マラカイ・ブランナムはねサマーリーグでめちゃめちゃ MVP 級の活躍しましたね。ただその彼のスコアリングの役割をやるのがバセルとかケルドン・ジョンソンなんで、正直出番薄いんじゃないかなと思ってます。ディフェンスとかパス回しとかゲームメイクに注力した方がいいですね。シリーズ速攻2巡目の選手ですね。まだかなり荒くて身体能力も合わせのディフェンダータイプなんで、ちょっと時間かかりそうですね。お次スモールフォワードケルドン・ジョンソン。彼はねナチュラルシューティングガードなんで、本来だったら2番でプレーさせたいんですけど、バセルがいるからスモールフォワード。彼もディフェンスが得意でスコアリングリーダースパーズのですけど、ちょっとサイズが足りないんですよね。だから後で話しますけど、僕はバセルとケルドンどっちか将来的に選んだ方がいいと思います。セリオスマはトレードでなんだかんだ来ました。器用貧乏タイプですね。すごいできることがあるわけじゃないけど弱点もあまりないっていう。まあまあ控えとしては結構ちょうどいいかなと思いますね。
ャンペニーもサマーリーグで大活躍だったけど、スパーズで今求められてるのはそういう選手じゃないんで、出番を勝ち取れるかは微妙かなとは思ってます。お次はビッグマンポジション。まずは髪型がコロコロ変わるロットマンに憧れてるジェレミー・ソーハン。ウィングぐらいなサイズでありながらビッグマンも守れて、パスもできて、ハンドリングができて、ディフェンスもうまい。ドレイモンド・グリーンとか、まあ、ベン・シモンズぐらいだとは思います。そしてその二人同様、オフェンスは全然できない。だからドレイモンド・グリーンを本当に目指してほしいですね。間違ってもベン・シモンみたくシュート打たないようなことにはなってほしくないです。ダグ・マクダーモットはめちゃめちゃいいシューターで、スパーズに少ないね、トレードアセットの一人ですね。今年で契約が切れる選手なので、来季のサラリー柔軟性持たせたいけど、今年強くなりたいっていうチームにはマジで一人であると思うんで、1巡目指名権1枚取れたら理想だけど、2巡目指名権複数とかでトレード出しちゃってもいいと思います。マムケラシュビリ、ワールドカップでちょっと頑張ってましたね。彼もね、タイプの違う選手なんで、意外とスパーズでは出番来る可能性はありますね。はい、話しすぎるとめちゃめちゃ長くなるので、結構簡単にまとめるけど、簡単にまとまってない可能性がある。そう、ビクター・ウェンベヤマくん。224センチに対してウィングスパンも240センチ超え、そのサイズに見合わぬドリブル力。サバーリーグではパスもさばいてた。まだ荒削りだけどシュートも打てる素質がある。何それ、それってすごいのっていう、今年から NBA 見始めた人に簡単に言うと、めちゃめちゃでかい人がめちゃめちゃうまいっていうだけの話ですね。はい、本当にね、この NBA の歴史上ね、まだ現れてない選手だよ。だから比較対象がいない。一番ミックスで言われてんのはケビン・デュラントのオフェンススキルにポルジンギスの身長があって、ルディ・ゴベアのディフェンス力があるっていう選手ですね。うん、僕のレーティングルール上ね、いくらドラフト1位期待大とは言ってもみんな F に統一してありますが、ウェンベヤマに関しては開幕直後にあ、A だわってなる可能性もあります。本当に開幕前のこの F1 っていうのは仮のレーティングです。控えセンターザック・コリンズ、八村のゴンザガの先輩ですね。まあウェンベヤマもね、今年に関しては休み休み使うと思うので、彼の存在はめちゃめちゃでかいと思います。チャールズ・バッシー、ケム・バーチに関してもフィジカルが強いモバイルビッグっていう感じなんで、ウェンビーとかザッコリと並べて使うこともできると思います。後にも話しますけど、僕は彼が新人を取るレベルで出してもらえないと最初は思うので、彼を休めるためにね、これくらいのセンターの層の厚さがちょうどいいかなと思います。最後にこちらまとめですね。画面がちっちゃいので拡大と一時停止推奨でございます。あとこの動画出てる頃にはもうプレシーズン始まってると思うんですけど、私がねこのスパーズの動画録音してるのが10月5日午後23時ぐらいなので、ちょっとプレシーズンの結果とか反映してないですし、新しく契約した選手とかもね、そちらコメントで皆さん追加で補足してください。僕の収録時点ではこれが正しいはずです。でパープルでいう金徳は一人だけですね。ウェンバンヤマ100年に一人の時代そのままですね。一巡目指名だからしょうがないとはいえ、ランクで金属ついての彼だけです。まあもうできることについては説明しません。短所については単純にフィジカルと、あの体の連動性ですね。シンプルに体がまだ細すぎる。接触系のディフェンスとかオフェンスに弱いと思うし、それに伴って怪我もまだ多くなってくると思います。まあそこはね、おいおいというか、ここ2、3年で体作りすれば大丈夫だとは思います。逆に軽いことによってね、膝とかの負担は少ないですからね。もう一つは体の連動性ですね。サマーリーグ見てる限りで言うと、まだこう手先でボールを動かしてる感じがあるので、ファンブルとかもまだしやすいと思うんですよ。ドリブルミスとかも。ここをポポビッチとかに技術教えてもらえるといいですよね。はい、というわけで全部は説明できないので、補足は後日ライブやメンバーシップでしたいと思います。以上踏まえた強みですね。まず1個目は、まあ、ウェンベヤマですね。まあ、彼を、とりあえずめでるだけです。ただ、急ぐなという感じですね。現状でも、全然ディフェンス力だけだったら NBA レベルで強すると思うんですけど、オフェンス力とかフィジカルがまだついてきてないんで、そこを無理強いして怪我させるよりからは、今シーズンは主要の一年にしていいと思います。あとは、デビン・バセルとケルドン・ジョンソンの本格化が来るかもしれないってとこですね。現状僕はまだまだかなと思うんですけど、ここが将来的に2人ともオールスタークラスになって、で、ウェンベヤマの成長も追いついてきたら、スパーズっていうのは王朝を建国できるかなと思います。あとまあ長年弱かったチームに対しては当然ですね、アセットが結構あります。全然手放してもいいベテランで言うとマグダーモットとオスマンがいるので、彼ら合わせると20ミリオンくらいのベテランが取れます。もし今シーズン何かの間違いで、あ、ウェンベヤマ MVP 行くかも、あ、これプレーオフ出て全然勝てそうかな、じゃあオージアヌノビとか狙ってサイズのあるウィング補強職みたいなことはやってもいいと思うし、できるとは思います。逆に弱みですね、まあこれあくまで僕の見解ですけど、ウェンベヤマ今シーズンフルカードしないと予想します。バックトゥーバックの試合とか当然出ないと思うし、ミニッツも1試合30分切りたい。で、少しでも体に不調があったら全然休ませると思います。今年からロードマネジメントの規定出ましたけど、ウェンベヤマはね、それに当てはまってないんで。どうせね、今後数年後はロードマネジメントの規定に当てはまる選手になっちゃうんで、今のうちに規定に当てはまらないうちに体作りのために休ませていいかなと思います。だから何回も言ってますけど、僕はウェンベヤマは、試合数の都合上、新人王に選ばれないと思ってます。二つ目、バーセルとケルトンさっきいいって言いましたけど、僕は将来的にどっちかにした方がいいと思います。で、僕的には、デビン・バーセルの方が天井が高いし、やれることが多いので、
バセルを残す、そしてケルドンはもっとサイズのあるウィングに交換した方がいい。ポイントガードでもいいですね。ジェイレン・ブラウンとかテイタムとかポール・ジョージ・カワイ・レナードみたいなサイズのあるウィングコンビは別にいいと思うんですけど、サイズの低いウィングコンビは今後ねブレイザーズみたいなことになりかねないんで、まあ彼らウィングコンビじゃないですけど、その見極めは僕はシビアにした方がいいとは思います。最後ここも何回も言ってますね、サイズのあるウィングとゲームメイクとスコアリング両立できるポイントガードがいないので、ここを獲得しないことには僕は上位には絶対いけないと思ってます。まあそれを今シーズン焦って対価を出してやる必要はないです。来シーズンドラフトに備えることも全然できますからね。以上踏まえた総合分析ですが、まあ私はね、ウェンベヤマがいくら来たからとはいえ、ウエスト15位最下位になるとは思います。理由はさっきから言っている通りですね、ウェンベヤマがフルカードをしない。それに伴うと、ケルドンとバセルの体制が昨シーズンが続いているだけなので、成長での上積みあるかもしれないけど、戦力的な上積みはほぼない。だから戦力評価も一番下の F、オフシーズンの評価も、ドラフトはね、一巡目指名権でウェンベヤマとのは当然なんで、トレードとか FA で特に努力はしてないので F。昨シーズン14位で、今シーズンも最下位かと思うかもしれないですけど、僕はこれが現実ラインで別に悲観することはないと思います。今シーズン力貯めて、もっと成長して来シーズン以降ドラフトもかけて上位を狙いに行けばいいかなって思いますね。14位予想、ポートランドトレイルブレイザーズ。ハッピーバースデーってやつさ、ブレイザーズ。チームの魂、デイミアン・リラードの周りに、有効な選手を揃えることができず、長年中途半端な状態になり、そして今シーズン、やっと、魂の方を切り離すことで、新しい肉体、ブレイザーズへ生まれ変わることができました。ここからでございます。弱いことはあんま関係ない。というわけで、本日はブレイザーズの戦力分析についてやっていきたいと思います。今回も NBA 新基礎ライト層に分かりやすく、NBA2K レーティングならぬ、クゾーレーティングというもので、選手、戦力の指標、を測ってまいりました。ぜひお楽しみください。それでは行きましょう。はい、始める前に一言断っておきたいのが、もうプレシーズン始まってますよね。ただ私ちょっとレイカーズ以外のシーズンの試合何も見れてないんで、そこについてはコメント欄でこうだったよっていうのを教えていただければなと思います。あ、二言になっちゃうけど、もう一点、キャンプ契約の選手とかエグジビット10の契約の選手いると思うんですけど、今回乗っけてないので、もしかしたら本契約になってる場合はあります。ブレイザーズは多分ないと思うけど、逆に首切られてる選手もいると思うので、そちら選手のねちょっと入れ替えがあった場合っていうのはコメントで追加で補足していただけると嬉しいです。ちょっと私ため撮りしてるので、録音時期と動画投稿時期ずれてしまってる以上、それはちょっとご了承いただければなと思います。では選手の話なんですけど、まずトレードで加入マルコム・ブログドン。僕が撮ってる時はまだブレイザーズいるんですけど、まあ残す方向なんでしょうかね。ある程度シーズン中もプレイタイム上げて、まあ価値も上がるでしょうから、そこでポイントガード足りてないチームとかにトレードデッドライン前に出すっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。だから現状今出したら1巡目指名権1枚のところをシーズン中に価値上げて2枚とかにできればいいですよね。まあだって次話す選手にプレイタイムめっちゃ上げたいはずですからね。スクート・ヘンダーソン、現段階で F1 にはね一律で統一してますけど、すでに C くらいの実力はあるんじゃないかっていうくらいのポテンシャル。プレスタイルはウェストブルックとかデリック・ローズみたいなアスレチックガードっていう感じ。ただ彼らよりもね、外のシュートは上手くなりそうな気はしますよね。やっぱりそういう選手って怪我が多くなっちゃうんですよね、身体能力に頼っちゃうから。ウェストブルックは意外と少ないのは、あれはちょっとおかしいんですけど、なので早めに外のシュートを覚えて、抜くところは外のシュートで抜くみたいな、体にも気を使ったプレスタイルになってくれれば、もうスターは間違いないっていうポテンシャルは持ってます。新人およそはね、ちょっと今の段階でこの動画ではしませんけど、筆頭候補でしょう。ただそうなるとな、サイモンズ邪魔だな。契約長いし、この手のスコアリングガードって結構需要が低いから、オールスター手前くらいの選手ではあるけど、トレード価値は低いんですよね。もちろんスクートがいなかったらね、彼も24歳でまだ若いんで全然いいんですけど、やっぱスクートに期待したいじゃん。というところで、本来の価値より低くても、僕はもっとスクートにボール与えるためにトレードに出した方がいいと思います。シーズン中に起きるかもしれませんよね。それこそヒートとか今ポイントガード激薄なんで、指名権1巡目1枚でもくれるんだったら、ヒートにねダンロビと交換でやっていいとか思いますけどね。しかも控えにね、シャープもいますからね。 NBA で一番セクシーな顔を持ってる男ですからね。もう自分がイケメンであること分かりきってる表情しますから、そこも含めて僕も好きな選手ですね。だからシャープにもプレイタイム上げるってなると、ブログドン・サイモンズはほんと再建にはいらない選手だよねって感じ。やっぱこのロスター見てると、どうしてもシャープをスモールフォワードに上げるのはきついから、スクート・サイモンズで、スモールフォワードにサイブルスタメンみたいなのが一番バランス的にはいいんじゃないでしょうか。そうなるとシャープをスタメンに持っていけないから、トレードしようかって話ですね。ライアン・ルパート、この選手もね、今季ドラフトの選手なんですけど、身長が2メーターないくらいなんですが、ウィングスパンが2メーター17センチぐらいだったかな。めちゃめちゃ腕長いです。とはいえちょっと全体的に荒い選手なので、まあ G リーグで修行じゃないでしょうか。サイブル延長契約というか再契約しましたね。まあオフェンスの波っていうのはもう仕方ないので、ブルドックディフェンダーとして今後抱えていくのは悪いことじゃないですね。そんなに高くもないですから。トゥマニカメラもサンズのトレードで巻き込まれてきましたね。彼も全体的に荒い印象ですけど、スモールフォワードの層がブレイザーズ激薄なので、もしかしたら普通にレギュラーの試合で出れるかもしれないですね。あ、サンズからトレードされて本当に良かったねって感じ、期待していきましょう。
続いてウィングビッグマンポジションですね。クリス・マレも今年のドラフト指名。キングスのキーガン・マレーの兄ですね。めちゃめちゃ顔似てるんで検索してみてください。プレスタイルもまんまキーガンなんですけど、キーガンよりクリエイト能力落とした感じかな。身長体重もキーガンとほぼ一緒で双子っていうところなんで、多分ディフェンス能力とかそんな変わらないと思うんで、今後ロールプレイヤーとして育成していくの悪くないですね。即戦力級だと思いますね。でジェラミー・グラント5年契約、長い。5年契約したっていうのはもうリラード残ってくださいみたいな感じじゃないって言われてますけど、多分関係ありましたよね。明らかに今の選手層の中で5年契約のジェラミー・グラントいらないですからね。他のチーム喉から手が出るほど欲しいタイプの 3&D なんですけど、5年は長いんで多分、ね、あと2年くらいブレイザーズいるんじゃない。ジャバリウォーカー飛ばしの、はい来ました。顔年齢50歳、実は25歳、橋本環奈と同い年、ディアンドレ・エイトン。俺より年下なわけねえだろあの顔で。まあ絶対年齢詐称はしてると思うんですけど、サンズではちょっと役割不足でやる気が見られなかったシーンも多いですから、ブレイザーズ来たらね、ワンチャンポストプレーとかミッドレンジ打てるかもしんないからね、それでやる気出してオールスターに選ばれる可能性は泣きにしもあらずなんですが、オールスター級の活躍されてもブレイザーズタンクできなくなっちゃうんで、ほどほどにがいいですね。控えにロバート・ウィリアム3世のこれめちゃくちゃいいけどね。実はロバートの方がエイトより年上っていうね、全然見えないですけど。で両方今25、26の年なんで若干年いってるんですけど、若いっちゃ若いしトレード価値も高いので、ロバートに関しては結構安いですから、シーズン中にトレードはワンチャンある。マブスあたりとか指名権1枚とか狙ってきたら出してもいいかもしれないですね。でモーゼス・ブラウンはまあもうでかいだけっすね。謎に数年 NBA 残れてますけど、はい次行きましょう。でこちらが総括まとめですね。画面がちっちゃいので一時停止と拡大推奨でございます。まあちょっとルーキーが多いんでクーラー多いのは許してください。金徳選手は現時点ではいませんけど、今後現れる可能性ありますね。スクートとかで今僕が収録してる段階だとロストが13人なんで、あと1人埋めなきゃいけません。まあだから動画出てる頃には1人くらい埋まってるかもね。というわけでシーズン始まったら改訂版も出しますので、後日説明しきれなかった部分はライブとかメンバーシップで補足したいと思います。以上踏まえた強みというか今のブレイザーズのポジ要素ですね。まあ実質指名権スワップ含めてですけど5枚ゲットしました、このオフシーズンの1年流れで。でそこからさらにね、ブログドンとかロバート・ウィリアムズとかトレードにごっことはまだできるんですよ。こっから指名権大量獲得じゃーみたいな動きしたら、ほんとブレイザーズのフロントを心入れ替えたな、よしよしっていう感じですね。でその状態にもかかわらず再建初年度からスクーというのマジでずるいよね。だってウィザーズ見てみ、今年から再建だけどさ、誰もルーキー契約のプロスペクト選手いないから、デニアブディアもオールスターポテンシャルないから、はい。なのであスクート行ってこい、あ負けちゃったのよ、よしよし大丈夫、指名権の価値上がるからができるのはほんとずるいですね。で最後にそうなんですよ、意外とどのポジションにもプロスペクトがいます。ガードにはスクーとシャープ、ウィングにはルパートとかクリス・マレーとか、まあセンターエイトンとかはねもう完成しかかってますけど、ここからオールスターになる可能性もある。だ本当に再建がはかどるっていう感じですね。はい全力で最下位狙っていきましょう。逆にネガ要素ですが、先ほども言いました、スクートが完全に絶対ボールを持てる状態じゃないよね。まあ、ここもうヘッドコーチがめちゃめちゃ忖度して、スクートだけボールを持ちなさい、あ、お前らダメ、ボール持っちゃダメとかって言ったら、サイモンズとかブログドンが機嫌損ねかねないんで、合法的に早めにトレードした方がいいかなと思います。2番、エイトン頑張りすぎるな、負けろですね。本当にもう今回はタンクするしかないんで、ジェラミー・グラントもそうですけど、すでに実績残してる選手が頑張りすぎないように気をつけましょう。で、まあ、そのジェラミーも再建チームには不釣り合いなので、多分2年間は保持しておくと予想しますね。ちょっと5年は長いんでトレードできないと思いますね。もしかしたらスクートがね2年目3年目ぐらいからもうチームを勝たせられるレベルの選手かもしれないんですけど、その場合はね、あジェラミー4年いるやんラッキーとかっていうのはいいんですけど、現状ではちょっとなんで5年3年とかできなかったっていうのはありますね。以上踏まえた総合分析ですが、私はウェスト14予想とさせていただきます。まあスパーズとどっちかって感じじゃないですかね。お互いウェンビーとスクートがいる状態で、周りにプロスペクトというかオールスター手前の選手はいるけど、ちょっと今勝つのやめてくれんっていう、この2チームが最下位を争うと予想します。だから戦略評価は F、 ただオフシーズンの評価は A にしますね。ここジェラミグラントが5年契約でいなかったら S にしてたくらいです。チームを強くするためのオフシーズンの動きではなくて、再建をはかどらせるための評価ということで A にしました。13位予想下駄ザズ覚えていますでしょうか。このチーム実は昨シーズン途中まで1位だった時期あるんですよ。まあそっからガガガガッと落ちましたけど、ラウリ・マルカネンという新エースも手に入れた。しかしまだ優勝とか向かうにはきつい布陣。そしてフロントには悪魔的手腕が有名なダニー・エンジが出る。今年どう出るのか。というわけで本日はユタ・ジャズの戦力分析やっていこうと思います。今日も今日とてクズオレーティングという 2K レーティングとは違ってより現実的な指標で選手を評価してきました。 NBA 新規層ライト層の方にもお楽しみいただけるよう頑張ります。それでは行きましょう。
ではまずガードポジションですが、コリン・セクストン、彼をどう扱っていくのか。昨シーズンはね、ここにマイク・コンリーもトレードデッドラインまでいましたから、クラークソンとも使い分けて、キャブス時代にね、平均24点近く取ってたかな。その輝きは見れなかったんですけど、もしジャズが長期的に彼を抱えていく気があるのであれば、彼にメインハンドラー任してもいいかもしれません。ただサイズ不足とか怪我とか懸念も多い選手なので、抱えておく気がないんだったら、ポイントガードに攻撃力を求めてるチームとかに早々にトレードに出してしまった方がいいと思います。今日はねトレードファンの動画じゃないんで軽くだけ話しますけど、仮にねヒートを今年リラードに逃げられてしまったんで補強のうち狙っているんだとすれば、ヒートから指名権1枚もらってダンカン・ロビンソンと交換するとかあったら面白いですよね。続いてクリスタン。いやー、俺この人めちゃくちゃ欲しかったんだけどな。ミニマム取られた。あんま知らない人いるかもしんないですけど、意外とドラフト上位指名の選手で、オフェンス力がねちょっとアウトサイドとか安定しないから価値落ちてた選手なんですけど、ディフェンスがとにかくやばい。もうベテランの域なんでジャズに長期的にいることはないと思うんで、まあちょっとね興味あったらロサンゼルスとかに来てはいかがですかね。ジョーダン・クラークソン、人によってはねポイントガードだと思ってる人もいると思うんですけど、ジャズも彼どうすんのか注目だな。延長契約しちゃったけど、シューティングガードにね僕が今年新人をおよそにしてるキヨンテ・ジョージ取っちゃったんで、もし彼にプレータイム上げるってなったら、セクストンを早めにトレード出してクラークソンをポイントガードに上げた方がいいかなと思ってます。でもね彼もねジャズとの関係が今良好っていう報道もあるんで、もしかしたらシックスマン受け入れてくれるかもね。でキヨンテ・ジョージ、いや皆さんサマーリーグ見ました？この人50点以上取りましたからね。サマーリーグとはいえ、このジャズの現状、若手にプレータイム上げたくてシューティングガードポイントガードに絶対的選手がいない、トレードの候補選手が多いって状態だったら、ジャズは彼に今年ボールを持たせて将来の中心選手にしていくと予想するので、僕は新人王予想を筆頭にします。ホルムグレンでもウェンベアマでもありません。まあまあこれがね逆張りかどうかはまたアワード動画作るときに話しますわ。そうなるとね THT もくすぶっちゃうよね。今プレシーズンやってるけどちょっといい活躍してますよね。レイカーズでね申し訳ない、相性が悪くてなかなか使い切れなかったけど、ジャズでもちょっとライバルが多すぎるな。彼も需要があるんだったらできればトレードに出したい。でスモールフォワードなんですけど、まあ人によってねパワーフォワードっていう人の方が多いと思います。でまあ俺もそう思うけど、今年ねジョン・コリンズ来ちゃったんで、まあスモールフォワードやると思うし、ワールドカップはスモールフォワードでしたからね、一旦今回はスモールフォワードにさせてください。昨シーズンはね MIP オールスターにもね繰り上がりだったけどスターターにも選ばれましたからね、 A マイナスは文句ないんじゃないかなと思うんですけど、まあワールドカップとか今までのマルカネ見てると、彼個人がエースでクリエイトしてどこまでチームが強くなるかっていうとちょっと疑問だから、ジャズは彼を中心に優勝を狙うんだったらば、早めに彼に効果的なパス、動きやすいゲームメイクしてくれるポイントガードを固めちゃった方がいいかなと思います。でそれはセクストンじゃないと俺は思ってる。ただ彼の結果あと2年なんで、延長契約するんだったらもう少しですよね。今の契約めちゃくちゃお買い得だからね、後で出しますけど。来季ドラフトにポイントガードにケンタッキーの DJ バグナーっていう選手いるから、ちょうどジャズくらいの順位で指名できそうなんだよね。まあどうなるか分かんないけど、あれ9時だから。だからマルカネを中心に添えるのか、それとも高値売りするのかは注目ですね。ブライス・センサーボも1巡目で獲得しましたね。彼もねいいウィングなんで、マルカネとは全く違うタイプのスラッシャータイプ、ジェイレン・ブラウンみたいな感じなんで、もしかしたらプレゼンもらえるかもしれませんね。アバジにも頑張ってほしい。で、ビッグマンポジションですね。パワーフォワードね、ランクだけ見るとすごい薄いように見えますよね。フォンテッキョもシャマネッチも、まあまだ NBA 一線級ではない。ただここはマルカネンとの併用なんで、ジョン・コリンズさえいれば十分でしょう。逆にジョン・コリンズとマルカネン食い合わないかは心配だよね。両方外打てるから邪魔にならない動きするかはあり得ると思うんだけど、ここ注目ですね。ジョン・コリンズもね、結構クリエイターっていうか活かされるタイプだから、ジャズでボール持って活躍できる可能性もあるけど、パスの上手いポイントガードもあんまいない状況で活躍できるかっていうのはちょっと半信半疑かな。センター、はい、なぜか知らないですけど、ゴベアっていう絶対的守護神出して指名権5枚プラス彼まで来ちゃいましたね。アメリカ代表のセンターですからね、安い買い物でしたね。将来的にはね DPOY 候補も狙えるくらいの機動力はないけどドロップピックできるんで、外がね打てればブルック・ロペスみたいなことしたいんですけど、まだそれは厳しそう。ただ今後チームの中心に添えていくべき選手だとは思ってます。オリニク今年1年契約なんで、もしかしたらトレード出されるかもしれませんね。ケスラが外出ないんで、外が打てるオリニクインのはめちゃくちゃチーム的にはいいですけどね。そう考えるとヘンドリックスはまだ厳しそうかな。素材型の選手なんで、キヨンテ・ジョージよりね指名順位は上なんですけど、まだまだ時間見てゆっくり育てていいかなと思います。そしてこちらがまとめですね。画面ちっちゃいので拡大と一時停止推奨でございます。結構お買い得契約の選手が多いんで、トレードには出しやすいですよね。ジャズって派手な再建はしないタイプのチームなんで、ゴベアのねトレードで取った指名権をもってして誰を取ってくるか、そして今いる選手は誰を中心にしていくかは注目だと思います。金徳選手はいないんですけど、ラウリ・マルカネンのプライマリービッグだけ青得にしてますね。キヨンテ・ジョージはさっきも言いました、新人を予想にしてます。というわけで全部は説明できないので、詳しくは後日ライブやメンバーシップで説明したいと思います。
以上踏めたジャズの強みなんですが、戦力的な部分よりもいかようにも動ける状態っていうのが強いですね。別にここからセクスとマルカネをトレードして再建に行ってもいいし、サラリーのまとまった選手の誰かをトレードに出してスター選手取ってくることもできる。それをエインジがどうやるかが注目です。次にもしかしたらマルカネンとジョン・コリンズのスモールビッグタワー、現代的なねウィングもビッグもできる選手2人を並べたら強い可能性はありますね。最後もう僕は気温手女子推しなんで、ドラフトも生ライブしてましたけど、レイカーズのね1個前の指名で取られちゃったんですよね。だから彼が頑張ると今後僕が後悔することになるだけなんですけど、そのポテンシャルは十分にあると思います。信じようなってくれよ。逆に弱みですが、絶対的ポイントガードがいるわけじゃないというか、絶対的ハンドラーがいないんですよね。なまじ中途半端にボール預けられる選手はいるんだけど、その人だけにプレイタイム上げるっていう状態じゃない。ここの取捨選択っていうのを早めにやった方がいいかなとは思います。僕的にはセクストンと THE 使って、どっかのチームのサラリーダンプに付き合うとかがあったら面白いかなとは思ってます。で、丸にフィニッシャー型ですね。使われる型の選手が多い。使う型の選手が少ないんですよね。まあ一番にも言えることですけど。ここを今シーズン確保しないんだったら負けに行った方がいいと思うし、確保する気があるんだったら先ほど言った動いてもいいっていう感じですね。最後生地マルカネやジョンコリがいるので、派手なタンクは今シーズンしないと予想します。まあ、そうなると指名順位がちょっと渋くなるっていうのは弊害ですよね。ただ来期ドラフトっていうか今期ドラフト結構不作な年って言われてるんで、意外とそれでもいいかもね。ワンチャン勝ちに行くかな、無理か、まあでもそのくらいの順位でいい選手取れればいいよねぐらいで、若手にミニッツあげるっていう動きがあっても悪くはないと思います。以上踏まえたジャズの総合分析ですが、結構下げました。私西の13予想とさせていただきます。プレーインもちょっと厳しいかな。ただトレードに出したい選手中心にミニッツを上げることでちょっと勝っちゃって、その選手の価値だけ上げてトレードに動くっていう動きは悪くないと思います。で来シーズン中途半端な順位だけど、結構中位くらいにねポイントガードの選手もいるんで、それを指名するっていうだけでいい可能性はありますね。タンクを完全にする必要はないかもしれないです。なので戦力強化は E マイナス、まあプレイン厳しいと予想で、オフシーズンも特に動いてないけど、まあ基本手順の指名だけ OK って感じで E マイナス。はい、何はともあれダニー・エインジの悪魔的非常なトレードに注目でございます。けどエインジもね元セルティックスのフロントですけど、ボストンと違ってユタはあまり FA で人気のない土地なんで、ドラフトオアトレードでしかねチームにいい選手囲えないっていう状況なんで、そこを分かった上でどう動くかっていうのはすごいマジで注目してます。12予想ニューオーリンズペリカンズ。ザイオンさん、体型変わってないけど大丈夫そうですか？あと三股の方は解決したんですか？あなたと2名の男のせいで2019年ドラフトっていろんな意味で暗黒ドラフトって言われちゃってるんですから、そろそろ前評判通りシーズン安定して出てペリカンズを勝利に導いてもらえないですかね。というわけで今回は不確定要素が多すぎるペリカンズについて戦力分析やっていこうかなと思います。今日も今日とて NBA ライト層新基礎にもわかりやすく 2K レーティングならぬクゾーレーティングで選手の指標を測ってきました。ぜひお楽しみください。それでは行きましょう。はい、まずはガードポジションからですけど、ポイントガードそう薄いですね。ホセ・アルバラード、まあまあスタメンは多分 CJ マカルムがやると思うんですけど、控えがアルバラードだけっていうのはちょっと疑問。カイラ・ルイスもねスコアリングタイプなんで、ここペリカンズ早急に若手のポイントガードのトッププロスペクト選手を獲得した方がいいかなと思います。アルバラード確かドラフト外っすよね。今日の動画めちゃめちゃその話するんですけど、ペリカンズ NBA でもトップレベルにドラフトが上手い、ドラフト外の目利きもいいチームなんで、アルバラードもその一人ですね。ちょっと昨シーズン終盤の方怪我多かったで、今シーズン健康でね、あの忍者スティール決めてほしいですね。ただカイラ・ルイスもアルバラードもあんまサイズないタイプなんで、ちょっとデカめのねディフェンスできるガードが欲しい感じですね。そして CJ マッカラムなんですが、本来ナチュラルじゃないけどスタメンの都合上ポイントガードやらされますね。できるんだよ CJ マッカラムって。 NBA の中でもトップレベルにハンドリング上手いんだけど、スコアリングとゲームメイクを両立できるタイプかっていうと、元相棒のリラードみたいな絶対的ポイントガードの横でセカンドハンドルやるくらいがちょうどいい選手だから、ペリカンズが今後優勝争いしたいんだったら、さっきも言いましたポイントガードを取るべきかなと思います。ダイソン・ダニエルズ、いや彼もね結構ディフェンスがいい 3&D タイプの選手ですね。昨シーズンレイカーズ当たった時レブロン若干止めてましたからね。まあドラフト1巡目8位なんで結構高めですけど、よう当てるなっていう感じはします。そして今年のドラフト指名はジョーダン・ホーキンス1巡目ですね。このタイプがいるわけではないけど、今のペリカンズでプレータイムがもらえるタイプの選手じゃないので、俺はどっちかっていうとレイカーズが取っちゃったシェフィーの指名した方が良かったと思うんですよ、ポイントガードなんで。まあまあ彼も3ポイント結構上手い選手なんで期待しておきましょう。フォワードブランドン・イングラム、マジワールドカップボコボコでしたね。アメリカ国内で結構叩かれてたっぽいんですけど、まあまあまあ国際級が合わないとかあるんで NBA のレギュラーシーズンに持ち込まなきゃいいんですけど、彼もちょっと怪我多いんだよな。ザイオンほどじゃないにしてもちょこちょこ抜ける。だから今シーズンは本当にペリカンズのなんちゃってビッグスリー揃ってほしい。次ハーバード・ジョーンズ、ちょっと C59 高いっていう人いるかもしれないですけど、彼のディフェンス力えぐいからね。某ニックス系 YouTuber がやってたのは、シャイ・ギルジャス・アレキサンダーを止めるのが一番上手い選手らしい。腕長いし
スリーポイントはもうちょっと安定させたいけど、ロックダウンディフェンダーといって差し支えないんじゃないでしょうか。トレイ・マーフィー確か怪我しちゃったよね。彼も似たような選手、本当にこの手のスリー&D 見つけてくるのマジでうまいね。彼も1巡目注意くらいの選手なんですけど、ハーブ・ジョーンズは確か2巡目ですよね。1巡目だったとしても無駄にしてるチームの方が多いから、ダニエルズ、ハーブ、トレイ・マーフィーが近年立て続けに戦力化してるっていうのは、これペリカンとしては褒めた方がいいと思う。だからナジ・マーシャル、 EJ ・リデルは今のところ全然出てないけど、今後芽が出る可能性もあるから注目していきましょう。でまあ、なんでこんな悲しげな BGM が流れてるかっていうと、一人の男のせいですね。すげえレーティング90高くないか？ほとんど出てねえぞ昨シーズン。はい、ザイオンさん、まあ三股疑惑の方はいいわ。そんなん別に NBA 選手じゃなかろうが男も女も浮気するもんなんだから、それはねプライベートで解決してほしいんですけど、頼むから痩せろって。シャックもさ、キャリアのね全盛期はなかなか良かったけど、後半に行くにつれてやっぱりクイックネス落ちてったし、怪我がちになってったじゃん。であなたは全盛期の今でも怪我がちなんだから、今後その体重で NBA キャリア長く送れるわけなくない？ペリカンズはね、眉毛もそうですけど、ドラフト1位で怪我がちな選手を指名するのうまいね。あんだけ注意回指名うまいのにさ。頼む、ザイオン、今年は出てくれ。オールスターに選ばれた年はあんたやばかったんだから、ほんと誰も止めらんなかったよ。昨シーズンも序盤ねちょっと出てたけど、ほんとに止めらんなかったじゃん。頼む頼むから炭水化物も食わないで。リナさんね、普通にいい選手ですね。昨シーズンザイオンが全然出ねえから、パワーフォワードやったりセンターもやったりしましたからね。はい、今年も多分ザイオンがいなくなると思うんで大車輪でしょう。バランチュナス、ちょっと C プラス高いかもな、後で下げるかも。一応ねリーグでも希少なストレッチビッグですけど、いかんせん機動力ないでディフェンスではめちゃくちゃ穴なんで、クロージングラインナップラリーナースの方が安定する時ありますからね。で控えのゼラーはちょっと昨シーズンヒートでバイアウトで来ましたけど、まあ NBA レベルかちょっと微妙っすね。なのでどっかのチームでセンターが渋滞してたら、ダイソン・ダニエルズあたり使って取ってもいいかもね。あとはポイントガードも取りたいって感じのロスターです。はい、でこちらがまとめとなっております。字がちっちゃいので拡大と一時停止推奨でございます。でパープルでいう金徳持ち選手は、まあザイオンわがままボディにしてますね。皮肉も込めて、本当にね外がなくて、サイズもパワーフォワードにしてはあんまなくて、あんだけ中で暴れられるってえぐいからね。まあそれが見られる機会が少ないってところで、短所も三股暴食男にしてますね。で金徳手前の青徳は、まあ CJ マッカラムリーダーシップがやっぱいい。あとブランドン・ウィングラムもスコアラーウィング、いやここもね怪我さえなければ金徳にしたいぐらいに理想的なディフェンスもうまくて、3ポイントも放てる、ミドルレンジもできる素晴らしいウィングなんで、健康だけよろしくお願いします。というわけで説明しきれなかった部分は後日ライブやメンバーシップでやりたいと思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。以上踏まえたペリカンズの強みですが、先ほどから何回も言ってますね、替え指名というか、まあ注意指名、ドラフト外、そこはうまいんで戦力化できてるのは他のチームにない強みですね。ここができて上位指名がうまくいけば、セルティックスとかナゲッツみたいな状態を作れるはずなんですよ。ナゲッツもまあ2巡目で避けちゃうってのはちょっと例外だけど、マレーとか KPJ、 クリスチャン・ブラー当てたりとかで、 FA やトレードで KCP やアーロン・ゴードン、ブルース・ブラウンを連れてくれば優勝できたっていうスモールマーケットがいますから、ペリカンズそこに行けるはずです。ヨキッチの体型は一緒だろうザイオン。で3人揃えば強いですね。まあ揃わないとは思うんですけど、最後にまあ 3&D の若手が本当に多いのでアセットとしてはすごく有能ですね。ここネッツとかも 3&D の選手多いんですけど、彼らって全員戸様なんで、自前でペリカンズ見つけて育てたのはめちゃめちゃすごいと思います。で逆に弱みですが、もう1番はいいや言わなくても、2番はさっきも言いましたね、正統派ポイントガードがいないので、マカラムとかアルバラドの負担がでかいですね。ザイオンいればね彼もハンドラーできるからやらせられるんですけど、3番の話もしましょうか。ダイソン・ダニエルズかトレイ・マーフィーをアセットにして、マジックが今ポイントガードがねいい若手渋滞してるんで、サックスかコール・アンソニー取ってくんのどうすかね。そうすればね買い指名今ちょっとうまくいきすぎて、将来的に誰かは切らなきゃいけないんで、そこを別ポジションの選手で揃えてあげた方が長期的に見ればいい動きかなとは思います。以上も踏まえた総合分析ですが、まあ私は 2-4-12 予想とさせていただきます。まあ揃わないでしょう、ザイオンは途中離脱します。ワンチャンイングラムはね健康かもしれないですけど、マカラム、イングラムだけじゃ厳しいでしょう。だから戦力評価もちょっと振れ幅大きくしました。ザイオンがいなきゃいい、いたら C で、オフシーズンも特に目立った動きはないので E- ですね。まあじゃあ何回も言うけど不確定要素が多すぎる。ザイオンこれから5年マックス始まるからね、心中する覚悟ある？俺無理だよ自分フロントだったら。だからだったらイングラムを健康なスターに変えたいっすよね。イングラムの出場も安定しないんで、それプラス若手の整理が並行できたら 3-4 年後とかにはワンチャン上位に食い込めるかなっていう感じだと思います。かといってね今年もタンクする戦力ではないので、ある程度勝ちに行って中途半端な順位で終わるんじゃないかな。もうくどいから言わないけど頼むよあなた。11位予想、ヒューストンロケッツ。うーん、
いやちょっとまあ厳しいんじゃないだろうか。今シーズンはね、新 CBA っていうお金がめっちゃめんどくさいルール追加されたから、ロケッツお金を使っていい選手契約しようかなって思ったんかな。ちょっと中途半端な選手持ってきたね。しかもいい若手たちに身につあげられるか心配ですよね。というわけでロケッツファンの皆さん、今日は戦力分析やっていこうかなと思います。今日も今日とて NBA 新規層ライト層に分かりやすいように 2K レーティングならぬクズ王レーティングを作ってきました。ぜひお楽しみいただければなと思います。それでは行きましょう。ではまずガードウィングポジションからですね。今シーズン新たにやってきました、40ミリオンでやってきました、フレッド・バンブリード。まあ仕方ない、今までロケッツっていうのは若手ばっかだったからお金を使ってなかったんだけど、今年の新 CBA のルールで強制的にある程度の金額までね使い切らなきゃいけなかった。すぐにねルーキー契約の選手が延長契約ってわけでもなかったんで、新しく FA で大金を積まなきゃいけなかったんですが、バンブリードか、うん、ここに書いてなくて後で説明しますけど、3年契約の1年あたり約40ミリオンで、最終年はチームオプションということなんで、実質3年目で、あ、ダメだなと思ったチームが切れるので、2年契約なんですよね。その2年契約が切れた時っていうのは、ジェイレン・グリーンに仮にマックス渡すとしたら、その契約が始まる年なんで、一応理にかなった年数の契約ではあります。ただ、40ミリオンっていう契約渡すと、選手の中にも序列っていうものが存在するので、バンブリードをね、試合で結構使わなきゃいけないんですよ。これ知らない方、NBA ではそういう暗黙の風潮みたいなものがあります。だから、今年、シューティングガードのとこにいるけど、4位で示した、エイメン・トンプソンにプレテーブ上げられないんじゃないのって俺は思っちゃいますね。もちろんバンブリードいい選手ですよ。優勝経験もあるし、オールスター経験もある。ただゲームチェンジャーっていうほどの選手ではないし、どちらかというとチームの3番手以降に務められたらめちゃめちゃいいよねっていう選手で、その選手が2年間もプレータイム食っちゃうと、逆にエイメン・トンプソンの成長の機会を奪うだけになるんじゃねえのかなって俺は思っちゃいますね。一応ね、結果論なんですけど、 KBJ さんがね最近やらかして、まあ今シーズン絶望というか、僕は NBA 復帰が絶望だと思ってます。だって彼女をねブワイレンスしたわけじゃないですか。結果的に KPJもボールを持っただろうでしょうから、バンブリード、ジェイレングレイ、エイメントムソで多少は分けられるかなとは思いますけどね。なのでアーロンホリデーについては多分無理ですね。多分全然試合出れないと思う。注目は本来だったらスコアリングエースのジェイレングリーンですけど、エイメントムソには負けたくないっすね、さすがに。エイメンもねサマーリーグ見てる限りだったらめちゃめちゃヤバかったけどね、1試合でちょっと怪我で出なくなっちゃいましたけど、その1試合がすごかった。でグリーンっていうのもここら辺でオールスター準ぐらいには選ばれるくらいの活躍しないと、マックス契約勝ち取れるかどうかも怪しくなってくるんで、今シーズンでねある程度結果を見せつけたいですね。まあその煽りを食らうんで、ジェイション・テイトもちょっとプレータイム減って、おそらくロケッツには構想から外れていくんじゃないかなと思います。エイメン・トンプソンさっきもちょっと話したんですけど、長身ポイントガードですね本来は。ただまあロケッツのポジションバランス的にはシューティングガードっぽい起用のされ方はするかなと思います。身体能力高くてプレーメイクできるタイプの選手なんですけど、アウトサイドはマジで安定しないんで、本当にまだ素材型の選手、ただポテンシャルはめちゃめちゃ高い。将来的にペニー・ハードウェイクラスになるって言われてるんで期待したいですけど、いやなんでこいつらいるんだよって感じでありますね。おそらく新人王とかは無理だと予想しておきます。はい、やってまいりました。僕のチャンネルではめちゃめちゃいじってますね、ディロン・ブルックス。プレイオフではね、うちのキングを煽るだけ煽ってケチョンケチョンにやられて、あれ中国行きですかとか言われてた割には、意外とロケッツね約80ミリオンの4年契約勝ち取りましたからね、どんどん下がっていくタイプの契約ですね。あとワールドカップのねカナダ代表でめちゃめちゃいい活躍はしてましたね。ただただよ、 NBA でのディロン・ブルックスちょっと違いますからね。ディフェンスはもちろんオール NBA 級に上手いですが、オフェンスではね自分のことをコービーだと勘違いしてガンガン攻めて、シュートセレクションも悪い、そしてシュート自体が上手くない。フルスのグリズリーズと違って自分より経験のある選手少ないですから、若手ばっかりでよっしゃ俺やったらっつってゲーム壊す可能性は大いにあることをお忘れなく。機械のタリーソンはめちゃめちゃ一押しの選手ですね。この間コラボした友達の MC キザルさんも一押しって言ってたんで、悪いことしないタイプのプレイヤーですね。だからディロン・ブルックスは真逆かな。本来パワーフォワードポジションって言われてるけど、一応バランス的にはスモールフォワードみたいな扱いになると思う。だからな、ディロンが来ちゃったから難しいけど、彼に身につあげて将来的にはブランドン・クラークみたいな、そんなにすごい活躍はしないけどめちゃめちゃいいロールプレイな活躍をしてくれる 3&D タイプの選手として、安価で長期契約囲えたらめちゃめちゃ強いですね。でルーキーのキャム・ウィットモアくん、1巡目5位くらいの予想だったけど20位まで落ちました。まあ、怪我かなんかっていうのと、ちょっと面談がクソみたいだったっていう感じで、僕のライブでもねドラフトの時めちゃめちゃいじってましたけど、ポテンシャルはすごくえぐいです。彼を20位指名できたってのはめちゃめちゃでかいけど、まあこんだけね中堅どころ囲われちゃ出る機会はちょっと薄いかなっていう感じはします。お次がビッグマンポジション。まあ、ジャバリ・スミス・ジュニア。僕、彼には結構期待してますね。守備範囲がマジで広い。まだアウトサイドとかは安定しないですけど、将来的にはストレッチ4みたいなことができる。だから、ポストジェジェジェかな。そこに至るまであと2、3年全然見ていい選手かなって思います。ジェフ・グリーン、ここいい補強でしたね。1年 9.6 ミリオンで、ちょっと高いかなって思うかもしれないんですけど、さっきも言った通りちょっとお金を使わなきゃいけなかった。1年で切れちゃうんで大丈夫だと思います。マジで若手ばっかなんで、ここね、ジェフ・G がめちゃめちゃ締めてくれると、すごいいいかなと思います。センター、アルペレンシェン軍。いや、僕ね、J リー
リエン・グリーンよりもね、オールスターポテンシャル高いと思うよ。マジで、外が打てないだけのヨキッチですね。ビッグマンらしからぬパスの発想力がやばいです。昨シーズンもレイカーズ一回ボッコボコにされたんだけど、ほんとね、彼とジャバリ・スミスのコンビはめちゃめちゃいいと思いますね。タイプが違うから使い分けもできるしね。ここが今シーズンいきなり本格化するとは思いませんけど、今後にめちゃめちゃ期待です。ジョック・ランデル、いい控えセンター取りましたね。ちょこーっと契約長いのは気になりますが、まあまあまあ、薄いポジションではあったんで、彼だったらシェングンのことすごく休ませてくれるかなと思います。ボバンに関しては、デカすぎる応援団長っていう感じです。最後、こちらがまとめの表ですね。契約関連とかこっちで見てもらえればなと思います。画面がちっちゃいので、一時停止と拡大推奨です。全部は長くなるので説明しませんが、ちょっとタイプのとこ見てほしくて、ポイントガードとシューティングガードのとこ、スコアリングタイプ多くね？そう。だから、マジでディフェンスできる人が少なすぎる。ディロン・ブルックスだけじゃ正直どうにもならないんで、ここ、新ヘッドコーチのフリン・ユドカさんがどうやってくれるかってのは見物ですね。パープルで言うとこの金徳選手もロケッツにはまだいないかな。期待したいのは、ジェイレン・グリーンとアルペレン・シェングルンがそのポテンシャルは秘めてるかなと思います。また後日説明しきれなかった部分をライブとかメンバーシップで説明したいと思うので遊びに来てください。以上を踏まえたロケッツの強みなんですが、ちょっとあんまなくて絞り出した無理がある部分あるんで、サクッといきます。まあ若いですね。これからの未来にすごく期待できます。2番、シェン軍とジャバリ息子の2ビッグが本格化すれば強いですけど、それは僕は今年じゃないかなと思ってます。3番、ジェイレン・グリーンですね。これジェフ・グリーンじゃないです。ジェイレン・グリーン。オールスタークラスに今年なれば再建終了が見えてきて、来シーズンにまたトレードとか新たな補強を考えればいいかなっていう感じですね。うん、ちょっと今の段階ではこれくらいしかないかな。逆に弱みはめちゃくちゃあります。結局リーダーは誰なんでしょうかね。ボール持つのは誰なんでしょうかね。KPJ がいなくなったてかもう戻ってこないと思うけど、バンブリードがやるのか、ジェイレン・グリーンがやるのか、はたまたエメンがその役を奪っちゃうのか、まあそれが将来的には一番いいと思うけどね。そこの誰か序列が上っていうのをちゃんと決めないと、一対一末に昨年同様になってしまうので、絶対的にヘッドコーチがルールっていうのを決めた方がいいかなと思います。1にも関係してますけど、2番ですね。マジでプレイタイム配分むずすぎるな。使いたい若手も多いけど、使わなきゃいけないベテランも多くなっちゃった。ベテランっていうのは契約の重さ関係上そんな簡単に切れないんで、若手の人員整理がね、今シーズン以降も必須になってくるかなと思います。3番マジでディフェンスが致命的だと思います。オフェンスはね、昨シーズンもちょっとワンホンワン祭りでなんとかご了承した部分ありますけど、ディフェンスの向上がディロン・ブルックスとバンブリードだけではちょっと無理かなと思います。なんでここ早めにシェン軍とジャバリ・スミスの2センターでディフェンスガチガチっていう体制を敷かない限りはプレーオフ進出というのは正直厳しいかなと思っております。最後に総括ですね。総合分析。私的にはウェスト11位予想が関根山かなと思ってます。よくてプレイインですね。まあ、ベテランをある程度獲得したのと、若手の成長が昨シーズンに絶対あるかと思うので、昨シーズン最下位っていうよりかは絶対上がると思う。ただまだ戦える戦力ではないっていうのが正直なところです。なんで戦力評価も D プラス、ギリプレイインに出れるか出れないかぐらい。オフシーズンの評価も結構積極的に補強はしましたけど、中身が伴ってるかっていうと微妙なんで D にさせていただきました。まあ、今シーズンある程度望みを見せて、来シーズン以降に望みをつなげましょう。12位予想、メンフィス・グリズリーズ。まあもう結構前のことなんで、ぐちぐち言ってもしょうがないですけど、NBA の顔になるはずだったジャモラントさん、開幕25試合出れませんと。代わりにね、少ない大会でマーカス・スマート招き入れましたけど、まあグリズリーズファン不安なことでしょう。というわけで今回はグリズリーズの戦力分析についてやっていこうかなと思います。今日も今日とて新基礎ライト層に分かりやすく、2K レーティングならぬ空想レーティングで分かりやすく戦力分析してきました。ぜひお楽しみください。それでは行きましょう。ではまずガードウィングポジションですね。スモールフォワード少なすぎるんですけど、ポイントガードマーカス・スマート加入。マジで本当に彼の気持ち考えるといたたまれないけどね、プロだから気持ちは切り替えて髪の毛は青くしてくることでしょう。しかもジャモラント復帰まではかなりオフェンスでの役割も求められますね。控えもデリック・ローズしかいませんから、メインゲームメーカー、メインハンドラーやることになるとは思うんですけど、まあそこの役割をめちゃくちゃやれるタイプじゃないですからね。本来だったら相手エースガードを止めるディフェンダーですから、あまり求めすぎないようにしたいけど、まあ彼自身大きな役割を求めていたから、オールスターとか絶対選ばれないタイプですけど、頑張ってほしいですね。まあちょっとジャムラントのことも話しますか。開幕25試合出場停止っていうところで、最大でも57試合の出場しかできません。で、今年から追加された規約で65試合以上出れなかった人にはショーとか授与されないので、本当にもったいないっすよね。昨シーズンもチーム2位に導いてるわけですから、もしかしたらオール NBA とかね、取れたかもしれないのに今年もそのチャンスがなくなってしまった。久々に出たアメリカ人のスタープレイヤーなんで、彼にはここでね、プレーとか怪我とか関係ないことで潰れてほしくないですね、本当に。ただ昨シーズンね、ジャムラント何試合から離脱してる期間があって、そこでグリズリーズの調子ってあまり落ちてなかったんで、今シーズンもそこ保てるかなっていう人の意見もあると思うんですけど、僕的にはさすがにオフェンスプレイヤーいなさすぎるので、ジャモラント離脱期間っていうのは結構グリズリーズ苦しむと思っております。はい、デリック・ローズ新加入。もうね、 NBA 一戦級の力はどんどん年齢とプレイスタイル的に衰えてきてると思うんですけど、メンターとしてチームまとめてほしいですね。メンフィス大出身というところで意外と縁があって今回来ました。はい、でジャがいない期間はデズモンド・ベインにかかっていますが、彼もそういうプレイヤーじゃない。クリエイターじゃ
ゃないんですよね。優秀なキャッチ&シューター。プラップも打てますけど、彼も結構買い占めながら早い段階で頭角を現して、今シーズンね、めちゃめちゃでかい延長契約勝ち取りましたけど、ぶっちゃけ天井的にはクレイ・トンプソンまでいかないと思うんだよね。クリス・ミドルトンあたり。だからジャがいなくなることで平均得点伸びると思うんですけど、むしろジャがいて彼の引力でデズモンド・ベインがシュート打ちやすかったみたいな局面もあるんで、彼だけにその肩の匂わせんな厳しいかなと僕は予想します。シューティングガード記載ですが、おそらくジャがいない期間はスタメンスモールフォワードだと思うんですけど、ルーク・ケナード。彼も昨シーズンね、渡辺詩と途中までスリーポイント確率争いしてました。ちょっとね、生え際は気になるところですけど、スリーポイントの確率は今シーズンも安定して決めてくるんじゃないでしょうか。ディフェンスが不安ですけどね、レイカーズもプルフでそこつくために、グリズリーズあえて出さないみたいな戦略取ってましたから。ジョン・コンチャーは出番あるのかな、どうなんでしょう、グリズリーズファン教えてください、逆に。で、ナチュラルポジション的には多分スモールフォワードはこのザイア・ウィリアムズしかいないんですよね。3番もできるけど、ほぼパワーフォワードだよねってプレイヤーがグリズリーズは後で言いますけど、多いです。彼も非常にウィングスパンが長くて、ディフェンスポテンシャル高い選手なんですけど、まだディフェンスシステムとかかな、オフェンスでも多分スリーポイントも安定しないでしょうし、昨シーズンかなりプレータイム落とした選手なんですけど、今この層の薄い時期だからこそ出てきてほしいですね。ディロン・ブルックスいなくなったわけですから。続いてビッグマンポジションですね。いや、パワーフォワード多すぎ。ジェジジェさんはね、センターとかやってますよね、ワールドカップで。ただスティーブ・アダムスがスタメンにいる状態の時の彼はパワーフォワードなんで、パワーフォワードにしてます。ここ評価分かれるかもね。ちょっと A が高いっていう人いるかもしれないけど、やっぱ DPOI ぐらいの選手に俺これくらいつけてます。 88A ですね。まあでもワールドカップ見てる限りもやっぱセンターポジションの彼よりやっぱパワーフォワードの方が得意なんだろうね。誰かアンカービッグマンいる状態でのヘルプにブロックで飛び込むみたいな彼がやっぱ一番機能すると思うんで、だからスティーブ・アダムスね、怪我大丈夫ですかね、戻ってくるとは思うんですけど、もう一人ナチュラルセンターが欲しいかなというところです。ブランドン・クラーク、八村とゴンザガ大学で同期だった選手です。昨シーズンね、ちょっと全休はしてしまいましたが、今シーズン開幕間に合うのかな。まあ復帰は多分してくるでしょう。とてもハッスルしてくれるタイプ、アーロン・ゴードンのちょっと介護官みたいなタイプの選手です。ゼイビア・ティルバン、彼スモールセンターもやりますけど、実は2メーターない選手ですね。その代わり顔がめちゃめちゃ老けて筋肉があるんでセンターできます。マジでこの人の顔画像検索してみて、俺の1個年下なんだけど、年下とは思えない顔してるから。まあまあまあ、モバイルビッグとしてとてもいい活躍がしてくれるんですけど、サイズがあまりないのでリムプロテクト能力はそこまでないですね。ジェイク・ララビア、これもね、サンティ・アルダマとタイプがちょっと被るんですよね。まだアルダマの方が実力上だと思うんで、俺はララビアはそんな使われないんじゃないかなと思ってます。デイビッド・ロビー、彼もティルマンみたいな感じですね。ティルマンよりさらにサイズがないんで、どちらかというとウィングタイプなんですけど、彼の胸板もね、マジイシュウェイ・インライトと並んで分厚すぎますから、ぜひ画像検索してみてください。ケネス・ロフトンジュニア、彼は筋肉っていうかもうデブだな、デブけど、その体重生かしたポストプレーってのは結構芸術というか、随分ザック・ランドルフを覚えてる方いますかね。彼のプレータリーにそっくりですけど、今のこのパワーフォワードの層の厚さをやって入るほどは厳しいと思うんで、僕はね、ちょっとパワーフォワード足りてない、サンダーとかとね、マイナートレード起きてほしいですね。トレマンとか彼を対価に狙ってみてはいかがでしょうか。最後、スティーブ・アダムズ、ちょっと怪我してしまってね、彼がもしプレーオフにいたら、レイカーズ若干危なかったんじゃないかってぐらいいい選手です。すごいね、派手なプレーはしないんですけど、スクリーンとか、ドライバーの間を開けてあげるスクリーンとかめちゃくちゃしてくれるんで、ワールドカップで活躍した日本代表の川端光也の超上位豪華だと思ってください。マジで健康には気をつけて、本当にね、オール NBA いい人チーム作るんだったら絶対ファーストチームに選ばれてきますね。あとマイク・コンリーとか、はい、怪我直してください。まとめこちらとなっております。いつものように画面停止して拡大推奨でございます。パワープロでいう金徳は2人にしましたね。まあ、ジャモラントは皮肉も込めてギャングスター。マジでさ、友達を選ぼう。そういう不良っぽい友達の中にいたら自分も不良っぽくなっちゃうから、一旦さ、日本のさ、まあ、YouTube のクソコメ書いてる、 Twitter でクソリップ飛ばしてる、地球みたいなやつと友達になろう。そしたら中和されていい感じに構成すると思うわ。もう一人、ジェジェジェですね。彼はハイブリッドビッグにしました。多分今リーグで最も希少価値というか価値の高いビッグマンのこと、僕ハイブリッドビッグって呼んでます。スリーポイントが打ててリムプロテクターができるビッグマンですね。でこのハイブリッドビッグに該当するのは、ジェジェジェの他にはマイルズ・ターナーとブルック・ロペスしか僕はいないと思ってます。似たようなことできるけど、完璧にこなせるのはこの3人ですね。あとちょっと今回からマーカス・スマートにもね、 DPOI 経験っていう青得みたいなのも付け足したんですけど、まだどうしよっかなっていう考え中なんで、まあシーズン中に付け足していこうかなとは思います。というわけで全部は説明しきれないんで、補足はライブとかメンバーシップでやろうと思います。以上を踏まえたグリズリーズの強みですが、ちょっとあんまないと思うのでこじつけなんですけど、まず一つ目はディフェンスシステムは強化されるでしょう。マーカス・スマートが来て弱くなる未来は見えないですね。ただディロン・ブルックスの離脱によってウィングディフェンスはね、むしろ弱体化しているので、今年もザイア・ウィリアムズが計算できなさそうだったら、ジャモラント戻り次第オージアヌノビーとかにオールインしてほしい気持ちはありますね。2番、これに行ってもいいです。マジでジャモラントが戻ってくる前に、あ、今シーズンやばいわ、ダメだわってなったらタンクに行ってもいいと思う。グリズリーズ今年1巡目指名権、自前のもの持ってますから、負けることで
で順位を上げるっていう方法は、ウォリアーズがね、ラプターズにファイナルで負けた次の年、カリーまで全休しちゃって、1年限定でタンクやって、ワイズマン取ったみたいなことあるんで、まあ、ワイズマンは失敗したけども、それをやったらばビジネス的にはいいよねっていう感じです。それか、最後に書いてある、来シーズンね、ちょっとドラフトであんまりいい選手いないって言われてるんで、順位だけ高くしておいて、それをトレードに出して、さっき言ったオージー・アヌノビーとか、ウィザーズがね、クズマ手放してくれんだったら、狙いに行ってもいいかもしれないですね。逆に弱みいっぱいありますね。まずリーグ最下位クラスのオフェンスですね。マジリーグ最下位じゃね、他にグリズリーズより弱いオフェンスチームっているかな、あんま思いつかないんだけどね。まあ、本当にベインとかスマートにできること限られてくるんで、どうしても今シーズンね、ちょっとタンクはやだな、勝ち行きたいなってところだったら、早めにスコアリングタイプのガードよりはウィングの方がいいと思うけどね、狙いに行ってもいいと思います。2番についてはね、まあ、これ言ってもしょうがないけどね、まあ、ジャモランとか本当に今後問題を起こさないってことが一番なんですよ。本当に怪我さえしなければ最高のプレーはしてくれるんで、人を引きつける華やかな NBA の顔になれるプレーをしてくれるんですけど、やっぱ悪いことすると試合に出れなくなっちゃうので、そうならないことをもう願うしかないし、チームも全力上げて取り組むしかないですね。3番、パワーフォワード渋滞してます。さっきも見ましたよね。スモールフォワードとセンターを補強しましょう。あんまり高額サラリーの選手もいないので、ルーク・ケナード使ってもいいし、パワーフォワードの若手選手、ララビア、アルダマ、ケネス・ロフトン、ティルマン、ロビーのうち3人くらいは整理してウィングかセンターに変えた方がいいかなとは思います。以上踏まえた総合分析ですが、まあ、ウエスト10位予想ぐらいが関根山じゃないですかね。ジャモラントが帰ってきて一気に行くっていうことはあっても、そこまでは苦しむと思うし、他にもウィークポイントもあるし、今シーズン無理に勝ちに行く必要はマジでない。タンクした方が賢いと思う。そこの見極めをモラントが帰ってきて、オールスターブレイクぐらいまでで見極めて、で、あ、今シーズンプレイオフ良くて1回戦だな、みたいな感じになるんだったら、ドラフトに気持ち切り替えた方がいいかなと思います。なので戦力評価はジャモラント抜けてる分も合わせて D プラス。で、オフシーズンもスマート取ってきたのはいいけど、他の穴埋めをできてないんで D マイナスとさせていただきました。9位予想、ゴールデンステイトウォリアーズ。ゴールデンステイトウォリアーズ、日本人にも大人気球団ですね。レイカーズかウォリアーズが日本人 NBA ファンでも母数の多いチームと言われているんじゃないでしょうか。今オフシーズンも大型と呼べるか分かりませんが、大きな動きありましたね。クリスポールを招聘したというところで、期待してるファンも多いかと思いますが、私は忖度せずに辛口評価をしていきたいと思います。というわけで今日はウォリアーズの戦力分析かつ 2K レーティングならぬクズ王レーティングをつけていきたいと思います。 NBA 初心者ライト層にも分かりやすいように表にまとめているので、お楽しみください。それでは行きましょう。ではこちらレーティングの方ですが、まずはステフィン・カリーからいきましょうか。 2K ともあまり乖離がありませんね。96という 2K のレーティングの方は同率で5人くらいいて2位なんですけど、私のクゾーレーティングだと95位で、これは実際のところ上から6番目の数字です。上に5人もいんのって言われるかもしれないけど、まあその5人をね、よくよく考えてみると結構納得だったりします。で、下が御年38歳になりますクリス・ポールですね。 78B+ 低いと思われるかもしれませんが、最近どころじゃないですけど怪我がどんどん増えてきて、ちょっとねプレーオフでも衰えが隠せなくなってきたなと私感じましたね。この順位とさせていただきます。下にいるクレイ・トンプソンと一緒ですね。あと後述するドレイモンドとも同じ78とさせていただいております。そう考えると、いや、クリス・ポールの方が上じゃない、いや下じゃねっていう方もいると思うので、それが逆に妥当なんじゃないかと私は思っております。そしてミニマムで獲得したコーリー・ジョセフですね。コントロール系のガードでベテランなんですけど、ここはかなりいい補強だったんじゃないかなと思います。ランク的には D-結構低いんですけど、ウォリアーズがこういったコントロールタイプのガード獲得するの結構久しぶりだと思うんで、彼がどう機能するか見ものですね。そしてクレイに関してはナチュラルポジションがシューティングガードというだけで、カリー CP3 が同じ時間帯にいるときはスモールフォワードに上がると思います。ちょっとやっぱディフェンスの衰えがあるので B プラス78といったところじゃないでしょうか。次に怪我さえなければ安定したペリメーターディフェンダーのゲイリーペイトン2世、そろそろ活躍期待したいですね。モーゼスムーディーがどれくらいミニッツもらえるかなんですけど、クリスポールも入ってきたことによってちょっとガードが渋滞してるんで、ここどれだけ使われるかはちょっと不安ですよね。フォワードのウィギンスなんですけど、ここも 70B-低いかなって思うかもしれないんですが、同ランクで言うと大体 D ローと同じくらいなんで、 D ローと一緒か、まあちょい上ぐらいかなと思っていただければ、まあ妥当なんじゃないでしょうか。ポジエムスキーはルーキーの選手ですね。イグダラみたいなタイプの選手なので期待したいですね。では次行きましょう。続いてビッグマンポジションと 2way ですが、ウォリアーズ、私の収録時点では 2way 選手1人しか決めてませんね。ワールドカップでね、ドミニカ共和国の代表としても活躍したレスター・キーノレスがいますね。サマーリーグでも結構いい活躍してたんで、彼には期待したいところです。彼がシーズン中に本契約勝ち取るために今ロスターを開けてるかもしれないです。で、主要なところで言うと、ドレイモンドは先ほども言いました 78B+、 クレイと同等くらいなランクにしました。で、次のクミンガにはマジで覚醒を期待したいですね。 IQ さえ伴えばね、ミニアニスのような身体能力持ってるんで、彼にプレータイムをできれば
ればあげてあげたいんですけど、いかんせんちょっと私が去年ウォリアーズの試合見た感じ、まだディフェンスシステムとか全然覚えてねえんだなって感じがしたので、彼をどう使うかには新体制ね、フロントがなったのでちょっと注目です。そしてルーキーのトレイス・ジャクソン・デイビスですね。確か2巡目最後の指名か、最後は2番目の指名だったと思うんですけど、彼ねすでにもうオールドルーキー22歳なんで、即戦力として活躍できるかもしれないですね。それこそ後述するケボン・ルーニーのようなプレイスタイルなんで、彼にも注目です。でルーニーですね、 C-51 は低いかもしれないんですけど、意外とできることは少ない、ただやってくれることがすごいありがたいっていうタイプの選手です。で最後新加入ダリオ・サリッチですね。ちょっと怪我明けなんで評価をだいぶ落とさせてはいただいてるんですけど、怪我の状態が良くて思ったような動きができるのであれば、ストレッチ5もこなせる3ポイントが入るセンターですね。ナチュラルポジションはパワーフォードなんですけどね。で全体のまとめがこちらとなっております。マスがちっちゃいので一時停止して拡大推奨でございます。で今回から金徳っていうのも作ってみました。タイパンの長所のところなんですけど、まあパワープロでいう特殊能力みたいなところですね。カリーでいうとおとりの神ですね。いやもっとできること多いんで、もうおとりの神でまとめときました。でクリスポールだったら言われてる通りポイントゴッド、クレイトンプソだったらオールセレクションシューター、これどっからでもシューティングしていいですよっていうタイプのランニングシューターとスポットアップシューターの融合みたいなところですね。プルアップでも3ポイント打ちますし、でドレイモンドはカリーの装備魔法ですね。これはハレリアさんのライブを参考にして作りました。まあ、カリーの装備魔法だけってことはないんですけどね、ディフェンスとかも含めて。で短所では暴力と暴言って書いてます。いやまあもちろんそうですよね。というところですね、全部はちょっと解説する時間がないので、詳しい解説とか後日ライブとか、あとそろそろメンバーシップ始めようかなとか思ってるんで、そちらで話したいと思います。で以上を踏まえたウォリアーズの強みですね。まず一つ目、オフェンスは結構うまくいきそうですよね。クリスポールとドラえもんどが二人いることによって、一流のゲームメーカーがずっとコートにいる状態っていうのを、まあ怪我さえしなければキープできると思うので、昨シーズンオフェンスが手詰まりになった時にカリー頼みになってしまったりとか、ジョーダンプールがすごいシュートセレクション悪くてゲームぶち壊したりみたいなことは今シーズンはある程度抑えられるかなと思います。で次にやっぱりスモールラインナップの質っていうのは NBA1 ですね。ドラえもんど、ケボン・ルーニー、そこを優秀なクレイ・トンプソンやウィギンスが支えるっていうところで、相手のねセンターとかがドロッパーとかあまり機動力ないタイプのセンターだったら、このスモールラインナップで翻弄するっていうところは引き続き今シーズンもできるかなと思います。まあ、あとは仮にうまくいかなかったとすれば、指名権っていうのは大量に保持してますし、クミンガとムーディを使えばそこそこサラリーがまとまるので、多少のトレードに動くことはできます。ただクミンガとムーディまで出しちゃうとどんどんね高齢化進んじゃうんで、この2人の若手はなるべく出したくないですけど、まあ動こうと思えば動けるっていうところが強みですね。逆に弱みとしてはさっきから言ってますけど、年齢がねやっぱねちょっとやばい。2年前のレイカーズとかもそうだったじゃん。もうローサンゼルスレイカーズって言われて、今回ローリアーズになってるから、怪我とかはねめちゃめちゃ怖いっすよね。まあそこはね不確定要素ではあるんですけど、でその結構年いってる選手たちにサラリーをめっちゃ使っちゃってるんで、全体的にやっぱ層が薄いですよね。これは昨日説明したサンズと同じ現象が起きてます。しかもサンズと違ってウィングだけが薄いとかじゃなくて、ウォリアーズは全体的に薄い。まあ C っていうならポイントガードは厚いっちゃ厚いんだけど、他のポジションの控えがまあちょっと不安かなっていうのが懸念点です。次にやっぱクリスポールとカリーを並べるラインナップだと、ディフェンスのサイズ不足とかが懸念ですね。しかも肉弾系のビッグマンがいるわけじゃないんで、ウエストねセンター数値も多いっすよね。 AD とかヨキッチとか、まあキャットとかゴベアとかいるとこもあるけど、そういうチーム相手にちょっと対策不足すぎないかと思います。マジでハワード取ればよかったんだけどね。まあ高齢化進んでしまうけど、なんか取らなくなりましたよね。で3番、これが致命的だよね。世代交代失敗しかけてるんよな。まあ、もうワイズマンは諦めたし、クミンガとムーディも昨シーズンプレーオフまで見てると全然ローテーションに組み込める気配ないからね。で今年に関してもしかしたら成長してるかもしれないけど、コーリー・ジョセフとかダリオ・サラッチとかゲイリー・ペイトンにプレータイムが多く割り当てられると、ムーディー・クミンガがなかなかプレーできなくなっちゃうんで、そうするともうまたトレーダー制となっちゃうのかなとは思ったりします。総合分析の方ですが、まあ順位予想ですね。僕は9位予想しようかな。もちろん希望を持ってるウォリアーズファンの意見も否定する気はないんですけど、客観的にね戸様ファンから言わせてもらえばマジで層が薄いし、先ほど触れてませんでしたけど、僕はドレイモンドと CP3 のことを長年見てる限り、バスケ感がめっちゃ衝突すると思います。もちろん別々で使えば強いんだけど、じゃあクリスポールがベンチ受け入れるのかとか、クロージングラインナップ出ないってことを受け入れられるのかってところもまた問題になってくるんで、同時でクリスポールとドレイモンド使える体制が整えば強くなるとは思うけど、それができるのは難しくないですか、で層も薄くないですかっていうところで、僕はこのぐらいの順位、まあうまくいってもプレイン圏内上位下位ぐらいが関根山じゃないですかね。8位予想、ミネソタティンバーウルブズ。アンソニー・エドワーズ、アントマン、ワールドカップすごかったですね。で勝てるん、勝てるんですかハレルヤさん。せっかくアントが大活躍しそうになっても、あの2センター邪魔じゃない。というわけで今回はミネソタ・ティンバーウルブズの戦力分析についてやっていこうかなと思います。今日も今日とて NBA 初心者ライト層にも分かりやすく 2K レーティング7の空想レーティングで選手を評価してまいりましたので、ぜひお楽しみください。それでは行きましょう。ではまずガードポジションからウィングポジションですね。まずはミスターいい人マイク・コンリー。
昨今スキャンダル起こす NBA 選手多いですけど、この人マジで何にも起こさないですし、めちゃくちゃいいリーダーシップを発揮してくれる選手です。ただ結構年齢も加算できましたね。この動画が出てる直後くらいに36歳になってるので、ちょっと衰えは懸念されていますね。ウルブズはね、システム上やっぱりアントとキャットがボールを持って攻めるタイプなんで、ポイントガードのコンリーがあまり攻め気がないっていうタイプなのはめちゃめちゃフィットとしてはいいと思うんですけど、若干コンリーがディフェンスで狙われる場面も多くなってきたっていうのと、結構ね怪我がちかつ、先ほども言いましたカレーもあるので、控えがマクラフリンだけってなると、ちょっとガードの層は薄めですね。コンリーはね、今年で契約が切れるので、もしかしたら複数年契約の選手と入れ替える可能性はあります。で、ダイエス行きましょうか。アンソニー・エドワーズ、ちょっとこの画面には収まってないですけど、ついにキャットより 2K レーティング上になりましたね。キャット86ですから、まあ、昨シーズンのプレフレギュラーシーズンと今回のワールドカップ見てる限りは、キャットの天井よりはアントの天井の方が高そうな気はしてきましたよね。今シーズンが4年目、まだ22歳ということで伸びしろもたっぷりあることでしょう。彼のやっぱ何がいいってメンタルがいいよね。俺ドラフトされた時覚えてんだけど、集中力がないって言われてたんだけど、全然そんなことない。ディフェンスでもやばいし、どんだけシュートの調子悪くてもメンタル強く打っていけるメンタリティがあるんで、ここがやっぱエースの素質ですよね。それがなー、キャットにもあればなー。なので彼がすげーな、分かってる。今シーズンも昨シーズンより成長してる姿は見れると思う。ただそれとチームが勝てるかどうかは別物なんですよね。お次は長いので略してます、ニキール・アレキサンダー・ウォーカー、シャイのいとこですね。彼もね、昨シーズンプレーオフで結構いいマンディフェンスの活躍見せてたんで、まだあまりね攻める時にボールとかは持ててないですけど、そこを今シーズンおそらくシックスマンだと思うんですけど、どういう役割が与えられるかは注目だと思います。新加入ですね、シェイク・ミルトン。いや、彼の補強いいですね。ポイントガードもちょっとできますしね。かなりシュートが上手いシューティングガードというところで、ニキールとかマクラフリンと役割が被らない部分も多いので、彼がどう起用されるかには注目です。そこを割ってウェンデル・ムアジュニアは来れないと思うので、飛ばしのジェイ・デン・マクダニエルズ、もう壁は殴らないようにしましょう。兄はシクサーズにいるジェイ・レン・マクダニエルズですね。いやー、本当にもうプレイン直前でね、壁さえ殴らなければね、レイカーズにプレインで勝ててたかもしんないからね。で、そこでレイカーズ負けたらね、最悪ナゲッツと1回戦で当たって負けてましたからね。せっかくね、ディフェンスもすごい評価されて、スリーポイントも安定感増してきて、オージー・アヌノビーとか、ミカル・ブリッジスくらいの選手になれる 3&D の素質を持っているので、メンタル面だけはしっかりしましょう。今年就活の年ですからね、まだ延長契約してませんよね。だからこそ、彼に来年そこそこの延長契約上げるために、今シーズン成果を見たい。あんまりオフェンスで出しゃばらないところも、アントとフィット感はめちゃめちゃいいと思うので、ここをウルブスファンは注目していきたいですね。新加入トロイ・ブラウン・ジュニア、昨シーズンレイカーズにいました。本当にね、前半戦彼いなきゃ終わってたんで、めちゃめちゃ助かったプレイヤーです。ちょっとね、ハンドリングが不得意とか、あんまりディフェンスもね、すごい脅威ってわけでもないし、スリーポイントも超うまいってわけでもない。中途半端な 3&D タイプの選手なんですけど、まあまあ、控えとしては十分じゃないですか。ミニマム契約ですからね。ジョシュ・ミノットは多分プレイタイムもらえないかな。次行きましょう。お次がビッグマンポジション。まあ、ルディ・ゴベアがいる関係上、本当はセンターなんですけど、パワーフォワード扱いされてるキャットですね。昨シーズンはね、結構シーズンの大半、怪我で離脱してたんで、評価を落としました。まあ、2K レーティングもね、より若いアントに抜かれたわけだし、だからこそ、プレイオフでちょっと暴れてくれれば、まあ、ナゲッツに勝てとは言わないよ。もうちょっとなんとかなりませんでしたかねっていう感じです。まあ、まだ言い訳は聞く。昨シーズンは、ゴベアとの相性を合わせる時間帯が少なかったって言い訳はできるんだけど、俺は正直時間関係ないと思うかな。ゴベアとは相性悪いよ。そもそもゴベアがさ、ゴール下以外で仕事できないから、一緒にいる時間帯は、ゴベアの存在がキャットのリムアタックやポストプレイの邪魔になる。で、かといって、キャットもね、ディフェンスがそんなに上手くないセンターですから、ゴベアが介護してくれんのかなと思いきや、そこの相性もすっごいいいわけではない。本当に大丈夫か、クリス・フィンチ。マジで今シーズン失敗したらクビだぜ、お前。キャットもキャットでさ、もう今リーグナンバー3センターですらないよね。1位と2位はヨキッチ・エンビードで、3位はね、うちの眉毛さんが最近センターばっかやってるんで、あなた4番手以降ですよ。いいんですか、それで。オフェンススキルだとヨキッチに及ばないパススキルもそうですね。で、ディフェンスはヘター、エンビードと同じことはできない。この二人のセンターの完全劣化ですからね。ただ俺はそこで収まる器じゃないと思うんで、マジで頑張ってほしい。アントに主役の座奪われてんじゃないよ。カイル・アンダーソンもね、ゴベアに煽られたからって人殴らないようにしましょうね。ワールドカップで中国代表になってたけど全然でしたね。まあ、レギュラーシーズンは頑張ってください。レナード・ミラー、ルーキーですね。1巡目指名予想してたんですけど、2巡目まで落ちてきた選手です。やれることとしてはほぼジャレット・バン・ダビドみたいな感じなんで、まだまだ荒削りなんで、プレータイムはもらえなさそうですね。センター、ゴベアさん、まあ、フランス代表はちょっと残念なことになりました。本来だったらね、複数年 DPOI 獲得してる選手ですから、ウルブスのディフェンス改善っていうところで言ってほしかったんですけど、そんなこともなかった。まあでも、ゴベアが悪いってよりかは、もうキャットがいる以上関係ないと思うんだけどね、しょうがないと思うよ。どうすんだろうね。だから俺はシーズン中にトレードで取れ前に、キャットがゴベアトレードに出されるかなって思ってます。ナズリード延長契約。だから彼がいるから、ゴベアとキャットどっちかいなくなっても大丈夫だと思うんだよね。俺的には、ナズリードはちょっとキャットに近いプレイスタイルなんで、キャットトレードに出した方がいいんじゃないかなとは思ってます。つい、ジェイレン・クラーク。彼はね、優秀
UCLA でちょっと注目した選手なんですけど、ちょっとウルブズに取られちゃったな。レイカーズ欲しかったんだよな。まあ、まだまだ出る機会はないでしょう。ルカ・ガルザとかそろそろ上がってきてほしいですけどね。マット・ライアン、レイカーズをブザービートで救ってくれました。その後すぐ解雇したけどな。ウルブズで頑張ってほしいですね。そしてこちらが全体のまとめとなっております。画面がちっちゃいので一時停止して拡大推奨でございます。パワープロでいう金徳はアントマンだけですね。アンソニー・エドワーズの本当にオフェンスでもディフェンスでも化け物級になってきました。マジでコービー味あるんだよな。ちょっとだからウルブズはもう早い段階でアンソニー・エドワーズに舵切った方がいいと思うな。中途半端にキャットとかゴベアに向かない方がいいと思う。でどっちがトレード価値あるかっていうと、俺はキャットの方がトレード価値高いと思うから、ゴベアで出しすぎた指名権5枚のうち3枚でも回収できたらいいんじゃない。2枚になっちゃいそうな気もするけど、本当にもうアントマン中心に行きましょう。ダメ、2センターにこだわっちゃダメです。はい、というところでちょっと全部は説明しませんので、補足についてはライブやメンバーシップでやろうかなと思っております。以上踏まえたウルブズの強みですが、まあ、まずアントマンのゲームチェンジ力よね。いかにその試合がうわー、シーソーゲームどっち転ぶか分かんないって時にもクラッチタイムをアントマンで解決するみたいな、彼が1試合50点取ることによって勝利に導くみたいな試合がいくつもあるんじゃないかなとは思います。それで常に勝てるとは思わないけど、勝てる試合が多いと思うので、そこが強みだと思いますね。で、まるに意外と層が薄くないことですね。各ポジションに割としっかりした選手がいるのに、控えの選手も埋められるレベルの選手、これ自体はレギュラーシーズンでとても強みとして発揮するかなと思います。最後、まあ、キャットとゴベアの2センター体制が時間が解決してくれるのであれば、お互いまあタレント力は凄まじいんで、もしかしたらそこの暴力だけで勝てる可能性は、いや俺はハテナマークかなっていう感じです。逆に弱みですけど、まあなんて言うんだろう、強みでも言った表裏一体な感じですが、2センター無理だったらどうすんのマジでっていう感じ。3番の話とも絡めましょうか。トレードできる1巡目指名権が1つもないですからね。ゴベアのせいで全部出しました。だから1巡目指名権1枚2枚積んでいい選手を取ってくるっていうムーブができないです。2巡目はあるんですけどね。だからやるとしたらもうキャットレベルの選手っていうのをトレードに出して指名権を回収するプラスいい選手に分割するみたいなやり方しかできないです。さすがにアントマンは絶対トレード出さないだろうし、ゴベアに関してはね、5枚出したほどの指名権はもう回収できるポテンシャルというか市場価値がないと思うんで、彼ももう32歳ですからね。ってなると俺はもうキャット出すしかね、うまくいかなかった場合はそれしかないと思う。で2番ですね。でそのキャットとゴベアとアントマンに相乗効果があるビッグ3じゃない、なんだろうな、ウェストブルックがいた頃のレイカーズと似てる感じからビッグ3なんだけど、別にビッグ3である意味がないみたいな。ここを本当に時間が解決してコーチの手腕でって可能性もあるけど、俺は昨シーズンのプレーオフ見てる限りは厳しいと思ってます。以上踏まえた総合分析総括ですが、今回からちょっと要素を変えてみました。まあ、まずは予想からなんですけど、コメントの方で、まあ、NBA 初心者の方ってこのチームが東なのか西なのかわからないよねっていうご意見をいただいたんで、あ、それは確かにそうだなと思ったんで、西8位、西を付け足させていただきました。下の方に新たに付け足しました昨シーズンの結果と比べてほしいんですけど、全く変わらずっていうところですね。まあその理由も右に書いてあるんですけど、まあ美補強っていうところに対して、ウルブズがじゃあ昨シーズンより強いよねっていう要素って、2センターの相性問題が解決するかアントマンの爆発しかないよってところで、まあ、そこに期待するのはどれくらいの可能性があるのかっていうところで変えませんでした。そして戦力評価は B マイナスですね。この B とかの基準については後日まとめ動画で解説しようと思ってるんですけど、 B っていうのはプレーオフには出れそうだけど上位争いには食い込めないよねってぐらいの基準だと思ってください。オフシーズンもそんなにドラフトで指名したわけでもないし、補強っていうのもシェイク・ミルトン、トロイ・ブラウンぐらいなんで、まあ厳しいでしょう。 E というところで私はまあ8位でギリプレーインで勝ってプレーオフ滑り込みっていう感じだと予想します。7位予想、サクラメントキングズ。16年間もプレーオフに出れないという暗闇を抜け、昨シーズンまさかの3位という躍進を遂げたサクラメントキングス。今シーズンその強さを維持できるか、それとも1年だけの格変なのか。私も初めて NBA 生観戦したチームでもあるのでちょっと思いあります。というわけで今日はサクラメントキングスの戦力分析についてやっていこうかと思います。今日も今日とて NBA 初心者ライト層の方に分かりやすく 2K レーティングならぬクズオレーティングというものを作ってきました。ぜひお楽しみください。それでは行きましょう。ではまずガードウィングポジションの選手からですね。エースディアロン・フォックス。昨シーズンから創設された初代ミスタークラッチ賞にも受賞しましたね。まああの賞がどれくらい価値のある賞になってかわからないですけど、とはいえね、クラッチに強いエースってめちゃめちゃ価値高いですからね。彼がいなければもちろん3位躍進なんてのはありえませんでしたし、ちょっと私のクズオレーティング89も高いかなと思いましたけど、それくらい評価されて叱るべき選手だと私は思っております。あと評価すべき点としては、あのウェスト激戦のガード陣の中から追加招集とはいえ確か追加
ッカー招集だったかな、オールスターガードに選ばれたことですね。来シーズンも大いに期待してまいりましょう。続いて私も一押しでございます、ダビオン・ミッチェル。マジで誇張抜きでリーグのベストポイントガードディフェンダー誰かって言われたら、1位ドリュー・ホリデー、2位マーカス・マート、3位に私はダビオン・ミッチェルを上げさせていただきます。そのくらいこの人に疲れたハンドラーってマジで何もさせてもらえなくくらいのディフェンス力持ってます。次がまだ3年目なんですけどね、凄まじいです。それでいてまだ未熟な点はあるんですけど、ハンドリングスコアリングもある程度できるようになってきてるので、3年目の躍進に大いに期待していきましょう。続いてシューティングガード、レッドベルベットことケビン・ハーター。異名がちょっと中二病ですよね。若干プレオフで調子落としたものの、レギュラーシーズンはマジでリーグ有数のスリーポイントシューターですからね。渡辺優太と確率も競ってました。彼がスタメンにいることで攻撃力が上がるし、控えにマリック・モンクが出てくることで攻撃力が全く下がらないんですよ、シューティングガード。マリック・モンクもね、レイカーズにそのままいてくればよかったのに、キングスでも活躍しちゃっていつ戻ってくるんですか。でその2人がいるのに、今年クリス・デュアルテをねちょっとトレードでペッて取っちゃったんですよ。ワンチャンこの2人抜かす可能性もなくはないけど、ちょっと割って入るのは厳しいかな。ルーキーのコルビー・ジョーンズもいいディフェンダーなんですけど、まだ試合に出れるレベルではないと思ってます。でスモールフォワード、私も1位推し、サマーリーグでも無双してた、なんでお前出てんだよねって感じで、キーガン・マレーですね。 C+62、 まだ次が2年目なんで C+62 にはしてますけど、それに収まる器ではないです。本当に理想的な 3&2 になれるポテンシャルを秘めてるんで、僕はネクストポール・ジョージだと思います。で実際にキングスに今ポール・ジョージがいたと仮定したら、一気に優勝候補に躍り出る可能性秘めてるんで、彼がマジでポール・ジョージになるのを待ちましょう。それが今シーズンかもしれないし、来シーズン以降かわからないけど、キングスファン大いに期待していいと思ってます。サシャ・ベゼンコフに関してはユーロリーグ MVP 取ったっていう噂があるだけで、何もプレースタイルが分かってません。ケスラ・エドワーズもネッツであんまプレータイムもらってなかったんで、ちょっと厳しいかな。次行きましょう。お次がビッグマンポジションですが、まずはハリソン・バーンズ。私はミスタースタンダードと呼んでおります。何もかもが平均的な選手ですね。悪い意味ではないです、いい意味でです。別にすごくいいことしてくれるわけじゃないけど、悪いこともしない、なんか安定していいことしてくれるプレイヤーですね。まあまあ彼をね延長契約したのは悪い選択じゃなかったかなと思います。トレイ・ライルズとも延長契約しましたね。パワーフォードにしますが、センターも務めるプレイヤーとはなっております。そしてセンターセカンドエースのドマンタス・サボニス。得点面でこそね突出はしてませんけど、ポイントセンターとして昨シーズン素晴らしい活躍してました。あまりリムプロテクト能力ないところとか、ちょっとオフェンスの積極性欠くシーンとかはプレーオフで見られましたけど、来シーズンもサイズに見合わぬパス能力で強さを発揮してくれることでしょう。もう一回向けてほしいかはありますけどね。でセンター、なぜかバブスに契約されたけどウェイブされてしまったマギーと契約しました。まあ悪くないけど、ピンポイント起用って感じかな。トレイライルズの方が使われると思う。同じことはアレックス・レンにも言われますね。本当にドロッププロテクターって感じです。機動力は全くないです。ここセンターもね弱点にはなってきますね。まとめがこちらとなっております。画面がちっちゃいので一時停止して拡大推奨でございます。全部は説明できないので、特筆すべきで言うと、パワープロでいう金徳ディアロン・フォックスをミスタークラッチにしてます。まあそのままですね。スピードスターとかつけようか迷いましたけどね。で欲を言えば別に短所じゃないですけど、サイヤ人ヘアの方は僕は好きでした。坊主だと個性があんまないので戻してほしいです。口実で弱みとしても言いますけど、ちょっとディフェンスに難のある選手多いですね。昨シーズンもオフェンスはめっちゃ強かったけど、そのディフェンスが弱かったんで結局プレーオフも勝ちきれず、その補強が今できてるかっていうと微妙すぎる。それはセンターにも言える。そこの改善次第っていう感じですね、現状ロスターは。とはいえね、ポジションバランスはシューティングガード以外は悪くない感じなんで、マジで戦力として浮いているクリス・デュアルティ中心にトレードシーズン中に動ければ御の字っていう感じでしょうか。それでは説明しきれなかった部分は後日ライブとかメンバーシップで詳しく解説しようかなと思っております。次行きましょう。もろもろ踏まえたキングスの強みですが、マジでリーグ屈指のオフェンス力は維持しているどころか、デュアルテ加入によって若干強まってはいますね。そこに加えて一押し、マレーの成長でさらなる向上の余地があるところは怖いところだと思います。次に戦力流出最小限に微補強してる点ですね。今年はどのチームも新 CBA のせいでお金を使わなきゃいけないけど、セカンドエプロンも超えちゃいけないから戦力流出したチーム多いんですけど、キングスに関してはチメジメトゥとかぐらいかな。まあ細かいところは出てますけどね。だからあまり現有戦力に影響してないのに、デュアルテっていう余剰戦力であるけど補強は若干できたりはするので、現状維持も兼ねてそこが力が落ちないっていう点はむしろプラスになると思います。そして最後に主力がほとんど長期契約選手ばかりなので、体制をこれからも維持しつつ、まとまったサラリーの選手も増えてきたので余った指名権も結構あります。トレードに動くことも可能だと思います。それが今シーズンとは言いませんが、どこかで勝負をかけても私はいいんじゃないかと思います。それはマジでキーガン・マレーの成長次第。
逆に弱みですが、さっきも言いましたディフェンス強化がほぼないに等しいですね。本当に昨シーズンはオフェンス全振り状態で16年ぶりのプレーオフ進出したわけなんですけど、3位シードながら6位のウォーリアーズにプレーオフで負けてしまったわけなんで、1回戦でここね、ディフェンスを強化しないと変わらないかなとは思ってます。まあできることも少なかったですけどね、さっき言った通りトレードでディフェンダーをね、できれば OG アヌノビーとか獲得に動いたら面白いですね。続いてセカンドエースのサボニスのオフェンスでの物足りなさですね。平均得点20点近くは決めてくれるんですけど、どうしてもパスに意識が向きすぎて自分で攻めるってことしてくれない。ヨキッチと一番違う点なんですよね。ヨキッチはパスの出しどころねえなってなったらスリーポイントとか外のシュートに行けるんですけど、サボニスはそこの安定感がないんで、ちょっとヨキッチの劣化版って言われてしまうのはしょうがないですよね。なのでここをミドルレンジスリーポイントの精度を上げるっていうのはちょっと酷な部分、大変な部分もあると思うので、ゴール者ねゴリゴリポストプレーとかのパターンを増やすのはありなんじゃないかなと思ってます。最後にね、こういう風に昨シーズンサプライズチーム、若いチームがドーンっていくと他のチーム全然対策しちゃってくるんですよね。ここに対してキングスが対策を上回れるかどうかっていう感じなんですけど、メンツ的にはあんまり補強してないんでちょっと厳しいかなとは思ってます。以上を踏まえたまとめ総括総合分析ですが、私はキングスを7位予想にしたいと思っております。まあまあまあ、昨シーズン上振れた部分もありますし、結局プレーオフで勝ちきれなかったっていう結果もあるので、相手の対策、今回のキングスの補強を踏まえた上でちょっと落ちて7位なんじゃないかなと思っております。もちろんプレーオフにはね、プレイン挟んだとしてもいける戦力ではあるかなと思っているので、そんなに悲観することはないですね。マジでもうキーガンバレーがやばい。あ、彼の成長待ちましょう。今年オールスター選ばれなくても、来シーズン再来シーズンぐらいには多分選ばれるポテンシャルなんで、それを耐えるシーズンに今年はしてもいいかと思いますし、それも待てない、今すぐ優勝候補になりたいって言うんだったら、市場に出てくるであろうラプターズのウィング選手狙うのはありですよね。僕的にはアヌノビーの方がいいかと思うんですけど、まあパスカルシアカムでもいいと思います。1年契約しか残ってないんで、延長契約しない前提でやっちゃってもいいかなと思ってます。何やともあれね、もう16年プレーオフ出てなくて昨シーズンやっと出れたんだから、今年2年連続でいけたらもうそれでめっちゃ喜んでいいんじゃないですかね。得意予想、ロサンゼルスクリッパーズ。いやあ、じゃない方のロサンゼルスのチーム、クリッパーズさん。可愛いポジョ体制になって4年くらい経つと思うんですけど、あれ ?1 回でも優勝しました。あ、結構タックスとかオーバーしてお金使ってるけど、あれ、え、まだ優勝してないんですか？毎年優勝予想されてるのに、かわいそう。というわけで今回はクリッパーズの戦力分析予想についてやっていこうと思います。今日も今日とて NBA 新規層、ライト層にもわかりやすく、クズオレーティングという 2K レーティングとは違った指標で戦力分析しておりますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。それでは行きましょう。おっと、早速我が宿敵からですね、ラッセル・ウェストブルックさん、お前昨シーズンのプレーオフ結構すごかったね。マジで見るたびにそれレイカーズでやってよっていう気持ちにはなってましたけど、まあまあ、あのレイカーズの環境が悪かったのは僕もマジでその通りだと思います。私のことをね、まあ昨シーズンあたりから登録してくれてる方っていうのは、ウェストブルックに対してどれだけひどいこと言ってきたかっていうのは知ってると思うんですけど、別に僕ウェストブルック自体が嫌いなわけじゃなくて、レイカーズにいるウェストブルックがめちゃくちゃ嫌いなの。もちろんそれはね、まあレブロンが言ったのか知んないけど、フロントが連れてきたせいではあるんだけど、全くプレースタイル変えないじゃん、レイカーズのあの環境でもね。やっぱ給料に見合ってないよねっていうところでめちゃくちゃ言ってきましたけど、別にクリッパーズでフィットする分には頑張ってほしいと思いますよ。マジで一言だからさ。ただ今年ね、レイカーズとロサンゼルスダービー何試合かありますよね。プレーオフで当たるかもしれませんよね。ボコボコにしてやるから、今までの恨みつらみ全部晴らしちゃっかんな。まあまあまあ、あなたは47ミリオンクラスの選手ではないですけど、今の4ミリオンクラスの選手ではないですからね。犯罪契約になる可能性は大いにある選手だと思います。ボーンズハイランド、意外とまだ3年目の選手なんですけど、スコアリングはね確かにやばいんですが、確率がちょっと悪いっていうのと、ディフェンスですごく穴になる。でゲームメイクを任せられるポイントガードじゃないので、クリッパーズが欲してるポイントガードじゃないんですよね。だから今シーズンはな、誰か怪我したら出てくると思うんですけど、控えに何でもやテレンスマンの方がいいかと思いますね。マジでマンは本当に何も文句言わずに何でもやってくれるからね。ディフェンス、ポイントガード、シュートも打てるようになってきてる。こういう選手がいたらね、ヘッドコーチはすごく助かりますよね。そして本来はスモールフォワードだと思うんですけど、クリッパーズではシューティングガード、ポールジョージ。昨シーズンはね、ちょっとプレーオフ前に不運な怪我をしてしまいました。今シーズンこそ健康でいてほしいとは思うんですけど、今年からねロードマネジメントの規定できちゃって、ポールジョージは確か当てはまんのかな、ちょっと間違ってた申し訳ないんですけど、なかなか休みづらくなったのに、今までもね休み休み出てたけど、こんだけ層が厚いのに怪我をしちゃう時点で、僕はクリッパーズにもなんか問題があるんじゃないかなと思いますね。で今年のドラフトでコービーブラウン指名しまして、いやこんだけ層を厚かったら出れないだろうな。クリッパーズテレンスマンも当ててるんで、目利きは確かだと思うんですけど、ちょっとポジションかぶりすぎかなという選手ですね。
で、ノーマン・パウエルですね。いや、本来だったらスタメンクラスなんですよね。ラプターズの優勝にも貢献してますから。今季ね、オールスターになることが目標だみたいなこと言ってましたけど、いや、ポジョ・カワイがいる時点でシックスマンになるから、ジノビリクラスの活躍しないとオールスターになれないからね。それはね、他の選手層を見渡しても厳しいと思うから、ちょっと3年契約もいいんだけど、できればトレードしたいよね。で、大エースというか、ダブルエースのカワイ・レナードさんは、本当にね、出てる時は、うわ、マジでやべえなっていうプレーするんだけど、いかんせんね、大事なところで怪我しちゃいますからね。どうしてもね、ザザ・パチュリアの一件から怪我多いっすよね。あ、僕、その試合生観戦現地でしてるんですけど、それはさておき、やっぱちょっと信頼できないから、もう32歳になったわけよ、カワイ・レナードも。今でも怪我するけど、これからどんどん怪我増えていくと思うんだよな。だから僕は揃わないことも加味して、カワイとポール・ジョージ A にしてるんですよね。カワイは本来 S クラスの選手なんですけど、怪我のことも踏まえて A にしてます。で、ケニオン・マーティン・ジュニア、かなりね、身体能力の高いアスレチックウィング、2世選手ですね。お父さんドラフト1位ですから。ただ、彼ちょっと使われる側の選手なんで、クリッパーズなかなか使ってくれる人がいないので、もしかしたらフィット悪いかもしれないですね。で、アミーヤ・コフィーも昨シーズンちょっと出てましたけど、まあ今年も出れなそう。ブランドン・ボストン・ジュニアもな、そろそろ頑張んないとね。でもこの戦争だと出てこれないよね。で、次がビッグマンポジションですが、本来だったらね、スタメン級のビッグウィングがいっぱいいますね。でもこんないらねえよな。まあ、ポジョとカワイに怪我が多いから出ることはできるんだけど、渋滞してる感は否めないですよね。よくジェームズ・ハーデンのトレードパッケージにも上がりますから。で、彼ら全員1年契約っていうところなんで、まあ、もしかしたら今シーズン中のトレードがあるかもしれないという。センターはズバッツとプラムリーですけど、まあ、彼ら2人も悪くないし、クリッパーズにおいては役割持てるセンターなんですが、まあ、クリッパーズがここ最近勝ちきれてないのは、ここのセンターポジションがね、2人とも機動力があるタイプじゃないんで、よくねバトゥームとかがセンターやっちゃうんですけど、そこですよね。もうちょっと機動力あって身長の高い、まあそんなセンターあんまいないですけど、もしかしたらそこが補強ポイントかもしれませんね。で、ツーウェイにはジョシュア・プリモがいますね。昨シーズンメンタルヘルスでちょっとやらかしてしまいましたけど、1年で戻ってこれてよかったですね。はい、ここからキャリア挽回してほしいです。はい、こちらが全体のまとめとなっております。文字がちっちゃいので一時停止と拡大推奨でございます。金徳選手は3人しましたね。ウェストブルック、4ミリオンの選手に金徳つくのすげえけど、やっぱ彼は環境さえ整えばやばいプレイヤーだからね。クリッパーズこれだけ外の打てる選手多いですから。ただ短所で元47ミリオンブルックって皮肉込めてますけど、ターンオーバーは相変わらず多いですね。で、ポールジョージは理想的 3&D、 これテイタムと同じ金徳にしております。カワイレナのザクローというところで、健康だったらディフェンスもやばい、オフェンスもあのミッドレンジ理不尽すぎますから、今シーズン健康でいてほしいですね。あ、っていうのと、今プレシーズンやってるかと思うんですけど、終わったぐらいかな、この動画出てる頃には。キャンプ契約の選手とかが本契約になってたら、それはちょっとごめんなさい、僕の録音時期ではこのロスターなのでご了承ください。後日メンバーシップライブと、また改訂版のロスター表っていうのもちゃんと作りますので、それまでお待ちください。で、もろもろ踏まえたクリッパーズのポジ要素ですが、スタメンのパワーはトップクラスですね。サンズとかセルティックスに張るとは思います。まあ、それが揃えばなんですが。あと、これはかねてから言われてますけど、ティロン・ルーのアジャスト力は高いと言われてますね。オフェンスだと、ちょっとポイントガード不在で停滞することありますけど、ディフェンスで、要所でバトゥームをセンターに置いたりとか、相手のオフェンスに合わせたメンバーを交代できる力っていうのはすごいと思います。で、そのアジャストを可能にしてるのが、ポイント以外の層自体は厚いんですよね。で、昨シーズン途中からウェストブルック帰ってきて、揃わなかったから負けたけど、ウェストブルックが長年穴だったポイントガードさえ埋めてくれれば、控えの層はね、テレンスマンとまあハイランド厳しいから薄いですけど、なかなかどんな状況にも対応できるロスターにはなってるんじゃないでしょうか。逆にネガ要素ですが、まあこれはもういいっすね。どうせ揃わないと思いますね、僕は。だって結成当初ですらあんま揃わなかったのに、それからどんどん年齢重ねてきて怪我体制も落ちてるから、今シーズンは揃いますって信じる方が難しくなってきてるよね。2番はポジ要素との表裏一体ですね。選手層が厚い、実績の多い選手が多いからこそ、選手にはエゴとかもね存在しますし、ボールを持たないと活躍できない選手、ハイランドとかそうかな、あったりもするので、そこの管理とかは今年も大変だと思います。で、最後、結局この体制4年ですかね。あ、5時で3年って書いてます。4年ですね。まあ、勝ちきれてないじゃないですか。最高でカンファレンスファイナル。揃ってないからという言い訳はできるけど、主な戦力っていうのはここ数年変わってないわけで。で、ウェストブルックも昨シーズン途中からだから今年からっていう意味合いはあるけど、主が変わってない以上は変わらない可能性高いかもねっていう話です。以上踏まえた総合分析ですが、私はクリッパーズウエスト6位予想にしたいと思います。振れ幅でかそうなんですよね。マジで揃えば1位もありえますよ。ただ揃わないし、レギュラーシーズン何試合か欠場するし、下振れて僕は6位予想しますね。だから戦力評価自体をね、A プラスにしてるんですよ。でも S じゃないのは怪我もあるからっていう感じかな。オフシーズンは特に何もしないので E。はい、マジでウエストブルックさん、あなたにかかってると思います。まあ、レイカーズがね、ぶっ倒しますけどね、首洗って待っとけよ。5位予想、オクラホマシティサンダー。
皆さん、サンダー弱いイメージしかないでしょ？いや、今年はね、多分いけると思うよ。いきなり優勝争いに絡むわけじゃないけど、昨シーズンね、チェットが怪我してタンクするかなと思ったらまさかの10位フィニッシュ。クレイにこぎつけたわけですから、今年はそのチェットが戻ってくる、いい材料が揃ってる、そして若い。というわけで、サンダーの戦力分析やっていこうかなと思います。今日も今日とて、NBA 新規層ライト層に分かりやすいクズオレーティングっていう 2K レーティングとは違うものを作ってきたので、ぜひお楽しみいただければなと思っております。それでは、行きましょう。まずはガードポジション、日本をねワールドカップでもいじめてましたジョシュ・ギーディ。一応ポジションは聞く人によってはシューティングガードだろうっていう人いると思うんだけど、一応ポイントガードにしてます。でもってその長身を生かしてフィジカルも生かして相手のちっちゃいガードにポストアップしたり、的確なゲームメイク、パス、新しくねサンダーに去年から来たのかな、シューティングコーチが加わってだんだん外のシュートも上手くなってきている。今年も 40% とは言わない 35-6% 決めて、ノンシュート扱いされなければ十分にオールスター一歩手前は厳しいかな、ベストのガード混戦だからね、二歩手前くらいまではいけるんじゃないでしょうか。またルーキーでケイソン・ウォーレスっていう選手を取りましたね。彼僕の今年のルーキーの一押しなんですけど、ディフェンスがめちゃくちゃうまいです。マーカス・スマートかな、どっちかっていうとダビオ・ミッチェルみたいなタイプ。まだ経験も浅いですし、スリーポイントもね打てなくはないけど安定しないタイプなんで、使いどころは限られてくるかと思うんですけど、ジョシュ・ギーとかシャイにできないペリメーターガードディフェンダーでもあるんで、彼はもしかしたらルーキーながらプレータイム勝ち取ってくるかもしれません。バシレ・ミチッチはユーロリーグの MVP 取ったんかな、ドラフトとか関係なしにヨーロッパから取った選手でございます。もうマジでわからん未知数です。トレマンはね昨シーズン MIP とかワンチャンいけるかなっていうくらいスコアリングで活躍、サマーリーグとかプレシーズンしてたんですけど、意外とブレーキかかった。サンダーのガードの層も徐々に厚くなってくるんで、今シーズン結果残さないとちょっと NBA 残れるか怪しいレベルですね。でシューティングガード大エース、シャイ・ギルジャス・アレキサンダーですね。惜しくも S ではないですが一歩手前のクゾーレーティングでは第6位、 95A+ ですね。いや文句なしでしょう。昨シーズンオール NBA ファーストチームですからね。 NBA で一番上手い5人の選手に昨年選ばれたわけですから。でもってワールドカップでも無双、マジでね。ルカもそうだけどワールドカップで暴れまくってたね。でもってまあカリーとかリラードもいますけど、彼らまあ年なんで、 NBA の2トップガードはルカと彼になるんじゃないかと思っております。まああとジョシュ・ギディと結構ポイントガードの役割交代し合ってるんで、一応シューティングガードにはしてますけど一応ポイントガードもやってるって感じの選手ですね。彼が昨年同様の活躍を残せばまあ上位は狙えるかなと思っております。次はジェイレン・ウィリアムズですね。あの大阪の海に似てる方ですね。昨シーズンルーキーながらね素晴らしい活躍残しました。 2K のエンディングも82まで上がってんだね。いや高いね。まあまあ今年ね2年目なんで MIP は取りづらいとは思うんですけど、平均得点20点乗せるようなことがあればワンチャンサンダーもねマジで強くなりますからね。それくらいのポテンシャルは秘めてる選手です。あとこの選手ね何でもやってくれるんよ。得点取ってこいつら分かりましたって言うし、パス回してこいつら分かりましたって言ってくれるし、ディフェンスやってこいつら分かりましたって言ってくれるから本当に使い勝手がいい。コーチからしたらめちゃめちゃありがたいことよね。突出した能力はないにしても脇役に徹することもできるし主役にもなり得る。こういう選手見つけるのサンダーマジうまいよね。続いてアイザイア・ジョーですね。彼もねマジなんでシックサーズ手放しだったくらいスリーポイントめちゃくちゃ去年入ったよね。今年もそれが持続さえすればね、シックスマンのシューターとしてスペーシングに貢献してくれると思うんで、ここがね1年限りじゃなくて2年目のジンクスないように期待したいですね。別にキャリアは2年目じゃないですけど、オラディポはちょっと怪我でかわいそうだから全休してトレードされるんだったらするって感じかな。サラリーがまとまってるんで、まあ、ウェイブの可能性もあるけど、もしかしたらトレードアセットとして残しておくかも。できればね健康復活してほしいですけどね。でアーロン・ウィギンスはこんな変わったいんだちょっと厳しいかな。お次はウィングビッグマンポジションなんですけど、ルージェンツ同等、彼のディフェンスはもう安定しまくってますからね。スリーポイントもね年々上手くなってますよね。ノンシューター扱いはできないレベルを入れてくれるんで、絶対にオールスターには選ばれないタイプなんですけど、彼みたいなタイプはめちゃめちゃありがたいです。サイズちっちゃいけどでかいウィングまでつけますからね。ウスマンジェンはちょっとよくわからない飛ばして、ジャックファイターワールドカップちょっと出てましたね。ドラフト外からの一回オーストラリア挟んでからまた NBA 出戻りかな。まあまあまあまだ厳しいんじゃないですかね。ちょっとわからないですけど、こうしてみるとパワーフォワードとかスモールフォワード、そうめちゃめちゃ薄いですね。いいばっかり。ケンリッチ・ウィリアムズ、まあ彼はちょっとは出るとは思います。来ました、ベルタソー・ラトビアン・レーザー。最近不良再建の代名詞的存在ではありますが、意外とハマるかもね。こういう風に見たらパワーフォワード層めちゃめちゃ薄いし、入れば入りさえすればスリーポイントラトビアン・レーザーだから。ただね実は彼ね出る以外に使い道あるんですよ。後で話します。ポクシェフスキー、僕は正直もう NBA きついと思っている。ジェレマヤ・ロビンソン・アールもこのくらいの層の薄さだったら出てきてほしいですね。センター、センターで書き忘れてるけど、チェット・ホルムグレン。サマーリーグ見てた限りは結構いい感じだと思いますね。オフェンスとかはちょっとまだ荒いから、役割自体今後持てるかどうかちょっとまだ時間かかりそうだけども、リムプロテクト能力はねすでに通用すると思います。これでスリーポイントもね打てなくはないと言われてるんで、ちゃんと使えるレベルで入ってくるんだったらサンダーマジで大化けするかなと思っております。ただフィジカルでね怪我とかめっちゃ不安ですね。めちゃくちゃ細いんで、ここは控えのジェイレン・ウィリアムズ、あの朝倉未来に似てる方ですねと並べてスタメンで使うのが俺は一番いいじゃないかなと思います。まあホルムグレン新人を良さにしてる人も多いことでしょう。2Wayの選手一人だけ紹介
介させてください。キヨンテ・ジョンソン。彼ね、難病を克服してきた、元ドラフト1巡目候補だった選手なんですけど、ちょっと病気のこともあって2巡目まで落ちてしまった選手です。彼のことショーツにして結構バズったりもしてるんで、ぜひ注目してあげてください。しかも彼、スモールフォワードなんで、サンダの弱点を埋めてくれる存在になり得るかもしれません。まとめたものこちらですね。画面ちっちゃいので一時停止して拡大推奨でございます。パープルでいう金徳はシャイだけにつけてますね。エロハンドラーっていうところで、まあディーローの上位互換みたいな感じですね。いやほんとね、オール NBA ファーストチーム級の選手が一人いるだけでチームってめっちゃ強いからね。弱点っていう弱点もないんだけど、一つ挙げるんだったら、まだ勝者だった経験がないクリスポール体制で一回勝ったことはあるけど、自分がエースとしてちゃんとプレーオフに導いたところを見てみたいですね。あと今思ったんですけど、ロスターの選手これ18人います、ね、これ開幕前に15人までにしなきゃいけないんで、3人カットする必要があります。まあだから、カットされるのは、ポクシェフスキーとか、トレバンとか、アロウィギンスとか、ウスマンジンあたりになってくるんかな。すいません、もしかしたらね、誰かキャンプ契約だったりかもするんで、間違ったら訂正コメント欄でお願いします。でもって全員は説明できないんで、後日、ライブとか、メンバーシップで補足していきたいと思います。以上踏まえた3段の強みですが、まあ若い。若いことは必ずしもいいことばっかじゃないんですけど、中堅くらいの経験積んだ選手とかも増えてきたんでね、シャイとかドートとか、だから彼らを中心に、若いだけで勝てるチームって、2年前のグリズリーズとか、ちょっと前のマーベリックスとか、ホークスとか、ジャムラント、ルカ、トレイヤング中心に上がってきたことあるんで、それをシャイに見立てて、今シーズン頑張れば全然中位上位は狙えるかと思ってます。次に、マジでチェットが機能しさえすれば、センターにね、バッシリとした選手いなかったんですけど、そこがハマればめちゃめちゃ強くなる。もしサマーリーグ見てる限りは期待大ですね。あとさっきちょっと濁しましたね、あのベルターンズとオラディポのサラリー使えば30ミリオンぐらいの選手取れるようになったんですよ。今までサンダーってルーキー契約の選手ばっかりで、まとまったサンダーの選手がいなかったからトレードに行けなかったんですよ。指名権はがっぽりあるのに。だから今シーズンね、仮にこれはちょっとプレフは行けそうだなみたいな順位キープできるんだったら、シーズン中にパワーフォワードというかビッグウィングの選手狙いに行ってもいいんじゃないかなと思ってます。あれ、ちょっとラプターズにそんな感じのトレードになされそうな選手いましたよね。おい、サンダー GM のプレパスカル・シアカム取りに行こうぜ。逆に弱みとしては、まあ、シンプルに経験不足ですよね。昨シーズンもプレイインは経験したけど、プレイオフ経験してんのが、バブルでドートとか、シャイとかしか主力は確か経験してないんだよね。まあ、とはいえ別にプレイオフ出たことなかった選手たちが、グリズリーズみたいな例で2位に上がったりすることもあるんで、そんなに気にしなくていいかなとは思ってます。あと、先ほども言いました、サイズのあるビッグウィングがマジでいない。だからね、レイカーズがちょっと取っちゃいましたけど、八村塁みたいな選手本当にいたらすごかったんだけどね。それを現状のロスターで育てるとなるとちょっと厳しい部分があるんで、先ほども言いました、トレードでここは補填すべきです。FA でオクラホマに選手なんて全然来ないんですから。あとまあこれもですよね。シャイ以外にオールスターポテンシャルのある選手。まあ強いて言うんだったらギーティーかジェイレン・ウィリアムズかな。でまだ厳しいと思う。ホルムグレももうちょっと時間欲しいだろうから、今年は優勝狙わないにしても、今後優勝狙いたいんだったら、マジでオールスター選手をもう一人作らなきゃいけないと思う。でもめんどくさいじゃん。うん、だからシアカム取ろう。マジでシアカム行こう。もうそれが嫌だったらザイオンでもいいんじゃないか。パワーフォワード欲しいよね。そして総括総合分析こちらとなっております。順位予想は私強気の5位とさせていただきます。何回も言うけど、数年前のグリズリーズにめちゃめちゃ被る。いきなり2位とか3位は厳しいかなとも思ったんで、他のチームの順位の兼ね合い上5位くらいがちょうどいいんじゃないかな。最低でも7位8位プレイイン上位圏内には滑り込めると思ってます。その理由も散々話しましたんで確認しておいてください。僕はサンダーが来シーズンのサプライズチームだと本気で思っております。4位予想フェニックスサンズ。マジでどうなるか読めない、そういうチームですね、フェニックスサンズ。いろんな NBA ファンがドン引きするレベルのギャンブル大型補強を行った結果、ケビン・デュラント、デビン・ブッカー、ディアンドレイトン、そして新加入ブラッドリー・ビールで160ミリオン以上を潜入。他選手がほぼミニマム契約という、なんかすんごい状態になったチームなんですけど、その中にね、我らが日本代表で大活躍しておりました渡辺雄太が含まれているわけですが、皆さんどうなるか気になりますよね。というわけで本日はフェニックスサンズの戦力分析、クズオレーティングをつけていきたいと思います。ではレーティングの方なんですが、その前に一つだけ言わせてください。私昨日レイカーズ編の動画も出したんですけど、レイカーズの選手しかレーティング決めてなかったんですよ。でその後に主要な選手上から順に100人くらいレーティング自分で当てはめてみたんですけど、思ったより低くなるなっていうのが分かって、さっきも言った通りね、人数制限設けてる関係上、絶対評価じゃなくて相対評価なんですよ。この選手がいくら強かろうが上手かろうが、その選手より上の人が人数制限で決まってる以上、その選手は上の人を越せないからこのレーティングっていう感じなのが僕のクゾーレーティングなんで、
で、ちょっとね、2Kと違って、うわ、この選手低くねってなるのは、使用上しょうがないことなんで、ご了承ください。で、ポイントガードなんですけど、はい、いません。正ポイントガード誰もいないんで、飛ばします。だからこそ、代わりにあるのは、まあ、デビン・ブッカーじゃないかなっていう、奇跡的にね、2Kと駆動レーティング一致したんですよ、94で。まあ、だからここは文句あんま出ないんじゃないかなと思ってます。プレイオフ大活躍でしたしね。で、ブラッドリー・ビールがね、2Kでも結構下がってましたね。まあ、怪我で今シーズンあんまり出なかったっていうのもあるし、そもそもプレイオフ出れてないっていうところで、これくらい妥当なんじゃないですか。そんなに乖離はないですね。でも、A マイナスはあります。そして、この2人のうち、まあ、どちらかというか、代わる代わるやる可能性もあるんですけど、ポイントガード的なことはやると思います。ただまあ、ポイントガード、正ポイントガードではないんで、どこまでいけるかっていうのは疑問ですけどね。多分、ブッカーの方が適性はあるんじゃないかなって僕は思ってます。っていうか、シューティングガードめっちゃいいね。ジョシュ・コーキー、ダビオン・リー、エリック・ゴード、ジョーダン・グッドウィン、シューティングガードいすぎないよ、このチーム。で、割と、この選手たちも全員ミニマム契約なんで、エリック・ゴードンだけね、ちょっと実績はありますけど、ほぼ横一線ということで、レーティングもそんなに変わらなくしてます。まあ、給料も一緒だし、こんなもんでしょう。で、大体、ミニマム契約ぐらいの選手が、D- から D くらいに落ち着く感じになったんで、まとめてみるとね。だから、ここは低すぎねって思われるかもしんないんですけど、そもそも僕のレーティングだと、ミニマム契約の選手は D 付近だと思っていただければなと思います。その関係上で、渡辺裕太も一旦 40D- にしてるっていう感じですね。で、もう、2K だと、渡辺裕太ぐらいの選手だと、大体こう70付近なんで、70付近の選手めちゃくちゃ多いんですよ。けど、僕のレーティングだと、加減が広いんで、40まで下がっちゃうのは別に渡辺裕太を過小評価してるわけじゃなくて、他の選手と比べておいてこんなもんだよっていうところをまたご了承ください。ちょっとくどいですけどね。で、もうこれを見ただけでわかると思うんですけど、2番ポジションの選手に集中しすぎですね、選手層が。だからこそ、渡辺裕太はナチュラルスモールフォワード、ちょっと4番っぽい動きもできますけど、出番は結構あるんじゃないかなと思います。渡辺裕太のサイズ感で3ポイントが出て、ディフェンスできる選手っていうのが、ライバルとしてはケイタビーズ・ディオップぐらいになりそうなんで、怪我とか、まあ、3ポイントの調子がもう 30% 切るようなことさえなければ、渡辺裕太が、まあ、スタメンなんじゃないかなって僕は今でも思ってます。では次行きましょう。でもって、パワーフォワードからセンター 2A 契約の選手ですね。KD に関しては言わずもがなでしょうが、2K の96っていう数字は全体で見ても2位で同率で5人ぐらいいる数字なんですけど、その中でもケビン・デュラントちょっとプレイオフで、あれデビン・ブッカーの方がよくねみたいな状態にあったんで、ブッカーよりちょっと1私は下げております。あとメインどころディアンドレ・エイトンなんですが、今トレードの噂出てますね。なんかリラードのトレードに巻き込まれんじゃねえかみたいなこと言われてますけど、まあそれね気にしだしたらマジで何も言えなくなっちゃうんで、一応エイトンはいる程でいきます。74B って低いって思われるかもしれないんですけどね、これもね、相対評価なんで許してほしいです。また全チームやった後に出来上がった表を見せたら、あ、意外とこんなもんかって納得するレベルではあると思います。後の選手はミニマムだらけなんで、大体同じぐらいのランクですよね。気になるのは、まあ、ボルボルがサンズでようやくいけることができるかどうかですね。正直、サンズだとね、もう攻める選手決まっちゃってるんで、彼は身長とウィングスパンに対してめちゃめちゃドリブルとかシューター打てますけど、そこよりかはロールプレイっていうかディフェンスですよね、まず。そのウィングスパンを生かして、センターとかできるようになったらめちゃめちゃ出番は増えてくるんじゃないかなと思います。渡辺裕太のライバルになるって僕前とか言ったことあると思うんですけど、現時点では渡辺裕太の方が使い勝手がいい、フィット感がいいので、ボルボルはまだ渡辺裕太に序列はしたかなって思ってますね。で、最後、全体のまとめですね。画面がちっちゃいので、一時停止して拡大推奨でございます。タイプ分けとかもね、レイカーズの選手ほどちょっと今、詳しくはできてないです。見れてない選手とかもいるんで、そこはちょっと空欄で開けておりますね。で、メインどころでおさらいしておくと、やっぱブッカーとビールはほぼ一緒のタイプですね。スキルセットとかはね、若干違うとは思うんですけど、役割は一緒なんで、ここどう被らないかってところが注目でございます。あと、渡辺裕太は 3&D、コーナーシューターでクリエイトが弱点。まあ、それはワールドカップ見てたらなんとなくわかりますよね。で、ケビン・デュラントは、もう死神でまとめておきまして、やれること多すぎるんで。で、弱点としては移籍癖ですね。今回もね、サンズでうまくいかなかったらね、またトレードしろって言うかもしれないですからね。はい、注意していきましょう。エイトに関してはね、素晴らしいね、ゴール下での選手ではあるんですけど、まあ、やっぱ弱点としてはちょっと老け顔ですよね。僕の1個年下なんですよね、今25歳で彼は。で、橋本環奈と同い年というところで、まあそれはまあやっぱ弱点ですよね。てな感じで、また他のチームやった時にレーティングとかタイプ分けっていうのは、付け足していこうかなと思いますんで、こちらは変更があると思ってください。で、昨日やったレイカーズのレーティングの方も多分全体的に下げると思います。そういう仕様だよってことも理解した上で、今後のチームとかも楽しみにしていただけると嬉しいです。以上を踏まえたサンズの強みですが、まずスターパワーエグいんすよね。まあ言わんでもわかるかもしれないですけども、スタメンに関しては給料の暴力っていうか実績ネームバリューの暴力なんで、ここが機能しさえすればめちゃくちゃ強いチームなのは間違いないです。それに伴って周り固めてんのはさっきも言ったミニマム級の選手たちなんですけど、実績自体は豊富な選手結構多いので、評価が落ち始めてきてはいるけど、スキルセットとか経験が多めの選手たちが多いので、そこがハマりさえすれば犯罪級の選手たちの集まりになる可能性は全然あります。最後にオフェンスに関しては次の弱みでも挙げるんですけど、このポイントガード不要体制がうまくいきさえすればとんでもない火力を誇るアイソレーション化け物チームになる可能性は全然あります。パスなんて回さなくていい、シュートが一番入るやつがシュートさえ打ってればいいのだみたいな、それがうまくいくかどうかマジでシーズン蓋開けてみないとわかんないよねっていう感じのチームです。
で、弱みなんですが、まず最初にさっきも言いましたね。このポイントガード不在の状態を、本来シューティングガードポジションであるブッカー、ビール、まあエリゴーとかも多分ちょっとやるんじゃないかな。私今年で NBA 観戦歴13年目なんですけど、見たことないんで、こういうチーム。正ポイントガード不在で2番のポジションの選手が1番やるみたいなこと、マジで見たことないんで、ここをうまくいくかどうかって、本当にうまくいかないとも言えないし、うまくいくとも言えないんですよね。ただ、昨今、ポイントガードが別にゲームメイクしなくてもいいじゃんっていうスタイルのチーム増えてきてるんで、ウォーリアーズとかバックスとかもね、ほぼヤニスがやってたりするんで、そこを新ヘッドコーチのフランク・ボーゲルがうまくセッティングできるかがどうか鍵だと思います。次にスモールフォワードポジションがさっきも言った通り薄いんですよね。渡辺雄太のフィットしてはいいんですけど、控えているのがケイタ・ベイツ・ディオップとか、あと本来のポジションがどこかわかんないボルボルとかだと、ちょっと実績少なめの選手ばかりなので、ここのポジションがブッカー、ビール、KD、エイトンに比べて見劣りするっていうのは間違いないし、層もあんまり熱いとは言えないっていう状態です。最後に何度も説明している通り、ミニマムか高額契約の選手がいないんで、トレードにすごく動きづらい状態なんですよね。何回も言いますけど、エイトンが動くみたいな話もありますけど、昨今一巡目指名権の需要が上がってしまったせいで、なかなか高額契約の選手とそれにマッチする選手プラス一巡目みたいな動きがなくなってきてはいるんで、おそらく結構動くの難しいんじゃないかなと思いますとか言いながら、リーダーのトレードに巻き込まれたらめちゃめちゃ面白いですけど。なので何が言いたいかっていうと、うまくいかなかったとしてもトレードデッドラインでできることがそんなにないよっていう感じのチーム状態です。そこも踏まえた上での総括ですが、私、まあ、順位予想は、結果的に4位ぐらいになるんじゃないかなとは思います。理由としては、やっぱ序盤はね、ちょっとつまずくんじゃないかなと思いますね。もう、ケミストリーなんてもう合ってないようなもんなんで、クリスポール抜けた上で、ビール来て、で、他の周りの選手もほぼほぼミニマムの選手になったって感じだと、どうしても、序盤は結構そこがネックになって、落ちるんじゃないかなと予想。ただ、やっぱり腐ってもスーパースターが4人もいる状態なんで、まあ、ディアンドレイトスーパースターかどうかはあれなんですけど、20試合か30試合ぐらいを消化したぐらいの後に、もうめちゃめちゃ強いみたいな状況になるんじゃないかと、まあ予想だけしとくかうまくいくかわかんないけど、あとはそのミニマム級の選手たちがやっぱミニマムじゃないよねみたいな活躍をする可能性も踏まえた上で、まあ3位から6位僕は4位にさせていただきます。3位予想、ダラスマーベリックス。昨シーズンのマーベリックスですね、時間が足りなかった。戦力は意外と整ってたんですけど、それを整備するだけのコーチ陣の施策とか、ケミストリーの成熟が足りませんでした。ただ今年に関しては、戦力補強も素晴らしかったですし、カイリー・アービング、ルカ・ドンチッチといった、NBA でも有数のバックコートデュオの脅威が見れることでしょう。ま、例のヘッドコーチの手腕次第なんですけどね。というわけで今回は、ダラス・マーベリックスの2023-24シーズンの戦力分析。元い NBA 新規層、ライト層にもわかりやすい、2K レーティングならぬ空想レーティングを作ってきたので、お楽しみいただければなと思います。それでは行きましょう。ではこちらマブスのレーティングですね。今年まだ25歳になる年なのにもかかわらず、すでに選手として完成しかかっているルカ・ドンチッチ、文句なしの S 評価96ですね。私のクゾーレーティング 2K と違って下がる傾向があるんですけど、 2K よりに1上げさせていただきました。これは全体選手の中で堂々の第5位となっております。もうその域には確実に来ているでしょう。昨シーズンはね、ちょっと順位が伴わなかったんで MVP レースからは外れてしまいましたが、今シーズンね、3位以上にマブスをつけることができれば MVP 筆頭候補になるレベルじゃないでしょうか。そしてそれを支えるのがカイリー・アービング。私、誇張抜きで歴代最高のドリブラーだと思ってます。まあ誇張抜きで歴代最高のメンヘラ NBA 選手でもあるんですけどね。ただまあ普通にプレーするとアービングっていうのはやっぱやべえプレイヤーなんで、しかもレブロンとか KD っていう自分より格上のスーパースターとプレーした経験も長いので、自分よりね一回りも二回りも若いルカに出番を譲るっていうことができると思います。でもってコーチ陣も昨シーズンはマジで時間足んなかった、トレードデッドライン直後で合わせろっていう方が無理な話でもあるので、そこの対策をコーチ陣ちゃんとしてくれれば、今シーズンは彼ら二人のコンビプレーが成熟していくと思います。で、次注目ですね。いや、マブスファンも全然注目してるとは当然思うんですけど、ジェイデン・ハーディーですね。サイズのちっちゃいスコーリングタイプのガードなんで、割とドラフトでは過小評価されていたんですけど、いや、スキルは本物ですよね。しかもマブスは過去にジェイレン・ブランソンっていう評価の低かったサイズの小さいスコアリングタイプのガードを成熟させることもあるので、ハーディーもそんな感じになってくれれば面白くなると思います。とはいえスタメンではね、もうカイリー・ドンチッチが固定なので、シックスマンとして平均14得点ぐらい残してくれれば十分じゃないでしょうか。現時点で評価は D- まで下げてますけど、シーズン中の活躍次第では全然 C とか B とかに行くぐらいだとは思ってます。あとは新加入ですね、ダンテ・エクサム、元ドラフト上位選手なんですよ。ちょっと NBA では目が出なかったんですけど、オーストラリアリーグで経験を積んで NBA に帰ってきました。ワールドカップも出てましたね。まあ、とはいえもうピーク過ぎてる選手なんで、マブスはガードのディフェンダーがいないので、そこ埋めてくる感じぐらいじゃないでしょうか。でセスカリー、これも出戻りですね。いや、セスカリーね、同じチーム結構
動してたりしてるから、あれマブス前からいなかったっけと思うけど、いたのは確かバブルぐらいまで遡るんかな。いや、めちゃくちゃいい選手です。ディフェンスとかサイズはもちろん穴なんですけど、兄貴ステフィンに負けないくらいのシュート力持ってますから、ここもカイリーとかルカのヘフタを減らすにはめちゃめちゃいいプレイヤーだと思います。ティム・ハードウェイもね、ちょっと高額契約に対して D プラス50ってめっちゃ低いんですけど、まあちょっと波ありすぎるからな。どうしても彼もスタメンはね、多分ジョシュ・グリーンに譲ると思うんですけど、ちょっと頑張ってほしいですね。続いてジョシュ・グリーン、いや彼にもワールドカップでやられましたね。代表経験も積んでめちゃめちゃ成長してると思うんで、 MIP とまではいかなくても絶対的なスタメンスモールフォワードに成長するんじゃないでしょうか。で DJJ はここもいい補強ですね。シュート力はね全然安定しないんですけど、ウィングスパンと身体能力が高いアスレチックウィングタイプなんで、スモールボールの時はスモールセンターとかもできるんで、彼の起用法にもまあキットがどう使うか、まあ注目で、オーマックスくん、これは訳してません、ね、オリビエ・マクサンス・プロスパー、めっちゃ長くてかっこいい名前なんですけど、長すぎるんで訳しました。お次はビッグマンポジション。いや、グラント・ウィリアムズ獲得はめちゃくちゃいいですね。昨シーズンはね、このポジションをレジーブロックとかドリアン・フィニー・スミス、まあ移籍しちゃいましたけどやってまして、彼もね、素晴らしくて、スリーポイントに関しては彼の方が上手かったんですけど、グラントの方がフィジカルディフェンスが強かった、ディフェンスの総合値は高いと思うんで、マブスにはめちゃめちゃフィットすると思います。あとやっぱりマブスはハッスルディフェンスプレイヤーが少なかったんで、彼にエナジーを注入してほしいですね。マキシー・クリーバーはね、マジでレギカーズ覚えてっかな、あのブザービーター決められたやつ。未だに許してね、何も言うことはないです。マーキー・ホン・モリスはね、うん、まあキッチンにぶつかれたやつ大丈夫ですかね今は。あとでも話すけど、まあ、センターもリショーホームズっていういい感じのフローターがうまいセンター取ったんですけど、やっぱ肝心のサイズのあるセンター取れてないですよね。マジでマギーはなんで取ってそれで解雇したんだって話ではあるんだけど、本当にマブスセンターの使い方が上手くなればマジで強いはずなんよ。キット頼む、そこだキット頼むぞ。でデリック・ライブリー2世っていう子、これルーキーの選手なんですけど、2メーター16センチあってめちゃめちゃでかい。ただまだ荒削りすぎる、若い時のゴベアみたいな感じなんで、彼の出番は今年に関してはまだ早いんじゃないかなと思います。で、総括したものがこちらとなります。画面がちっちゃくなっておりますので、画面止めて拡大推奨でございます。で、パープロのね、金徳でいうところは、ルカとカイリーですね。ルカマジックでまとめときました。まあ、彼もちょっとできること多すぎるんで、パスもできるし、シュートもできるし、ディフェンスとかサボり癖、切れ癖はありますけど、やっぱ MVP 候補人になってくるんじゃないでしょうか。カイリーに関してもね、鬼ハンドル、マジでドリブル上手いってのはさっき言ったんですけど、オフボールで動くのもめちゃめちゃ上手いんで、時間さえあれば、ルカとの相性はだんだん合っていくと思います。あと、これ全体並べて気になったのが、ルカとカイリー90超えてんだけど、2K のレーティング見てほしいんですけど、ルカとカイリー除くと80代の選手一人もいないんだよね。ここが弱点になってくると思います。だから、今年俺はそこに関しては、ジョシュ・グリーンが OG アヌノビークレになってくれれば解決するんじゃないかなと思ってますね。で、全員説明すると長くなってしまうので、後日ライブであったりとか、メンバーシップとかで補足したいと思います。そして今シーズンのマブスの強みですが、まあドンチッチとカイリーがハマれさえすればめちゃめちゃ強いはずなんですよ。ただでさえドンチッチ一人でも止められないのに、カイリーにディフェンスが分散すればもうドンチッチウハウハ状態、平均得点35点超えてもおかしくないですからね彼。でウィングディフェンスがだいぶ強化されましたね。ドリアン・フィニースと同じことがグラント・ウィリアムズにできるかどうかっていうのは蓋開けてみないとわからないですけど、単純にマンディフェンスの強度なんかは DJJ も来てるんで上がってるはずです。で書き切れてないですけど、ジョシュ・グリーンが第3の男になりさえすればめちゃめちゃ強くなるはずです。丸さんはちょっと弱みでも言いますけど、センター以外は全体的に層が厚くなってますね。カイリーとドンチッチの片方が怪我してもある程度セスカリーやハーディーあたりが埋めてくれますし、ウィングも先ほども言った通り層が厚くなってきてるんで、82試合あるレギュラーシーズンでは他のチームより上回れると思います。で、逆に弱みで言うと、ペリメーターディフェンスに関しては NBA 最弱レベルですね。ウィングのディフェンダーはいいけど、やっぱガードのディフェンダーが弱い。ドンチッチがサボりさえしなければね、サイズもあるから、いけると思うんだけど、やっぱその控えのカイリーとかセスカリーとかハーディーあたりにプレイタイム上げてしまうと、マジで誰もディフェンスタイプのガードいないんで、エクサムがプレイタイム奪うかっていうとオフェンス力がなさすぎるんで、ちょっと疑問ですね。で、さっきも言いました、ビッグセンターマジでいないですね。別に、ホーブズ取ったのは悪いことじゃないんだけど、じゃあドワイト・パウエルとなんで延長契約して、代わりのマギーに代わる、マギーよりかは動けるでかいタイプのセンター取らなかったっていうのはちょっと疑問が残ります。もちろんスモールボールに振れば強いとは思うんですけど、じゃあウエストのねでかいヨキッチとか AD とかタウンズとか止められるのっていうと、またそこも疑問が残ります。だってまあそのセンターがさ、ドワイト・パウエルでちゃんとガッチリ固まってれば、昨シーズンみたいなウッド使うの使わないのみたいな問題なかったっすからね。今回もその問題に苦しむかなとは思ってますが、みんな思ってることですね。うん、キットの選手起用、もちろんキットだけが悪いわけじゃないんですよ。アシスタントコーチの責任でもあるんだけど、昨シーズン終盤ね、もうプレイにすらいけねえんじゃねえかっていう状態で、ドンチッチとカイリー全く相乗効果ない、お互い別の場所でアイソレーションしますみたいなことをまだやるんだったら、昨シーズンと同じ鉄を踏む可能性は全然あります。
最後に総括総合分析ですね。私はマーベリックスをでも3位予想まで上げたいと思ってます。うまくいく方にかけたって感じですね。理由に関しては被る部分多いので繰り返しませんが、マジでジョシュ・グリーンが3番手になりさえすれば、もうオージー・アノノビ、アーロン・ゴードレベルになりさえすれば優勝候補に入ってくる可能性はあります。あとここにも書いたように、さっきも話してないんだけど、今シーズンのマブスの補強はめちゃめちゃ良かった。オフシーズンドラフトも含めてトレードダウンしてダービス・ベルタンズ放出したとかめちゃめちゃ良かったんで、結構ねそのフロントの動きオタクとしては報われてほしい感はある。ただレイカーズには負けてねっていう、プレーオフではちょっと強いかどうかな、センターいないよねっていう感じではあります。まあまあまあ他のチームと比較しても最低でも6位くらいでは終わるんじゃないでしょうか。私はもう強気で3位にさせていただいております。2位予想デンバーナゲッツ。マジで本当に無理。ヨキッチの止め方本当に誰か教えてほしい。てかあいつマジでオフシーズンバスケしないで競馬ばっかしてんじゃん。え、なに、本当にバスケ好きじゃないの？なんでなのにあんなに最強なの？というわけで今回はレイカーズファンにとってはトラウマ、デンバーナゲッツの戦力分析についてやっていこうかと思います。今回もですね、順位予想や選手の特徴についてだけではなくて、 2K レーティングならぬ空想レーティングといった新しい基準のレーティングなんかもつけていこうと思います。また初心者の方や NBA ライト層の方にも分かりやすく表など作ってまとめておりますのでご覧ください。それでは行きましょう。ではナゲッツ選手のレーティング確認に参りましょう。まずはレイカーズファンの超トラウマ、ジャマール・マレーですね。私未だに許してませんからね。まあ単純に向こうの方が上手かっただけなんですけど、 2K88 クゾレーティングも87というところであまり乖離がありません。 A ですね。マジでなんでオールスター選ばれてないんっていうくらいの実力者ですからね。来シーズンのねオールスター候補筆頭だとは思ってます。次になんでか2年契約をしたレジー・ジャクソンですね。プレオフではねローテーション外でマレーの光出てくるかなと思ったら全然出てこなかったんで、ちょっと出ましたけど、2年10ミリオン契約者なんか不思議なくらいなんですが、まあ D プラスってとこじゃないですかね。プレオフローテ外だと。ジェイレン・ピキットは2巡目のルーキーですね。まあわかんないで飛ばして、シューティングガード KCP はあの元々レイカーズの選手なんで、ちょっとレイカーズのスパイかなと思ったんですけど、プレオフはねボコボコにやられましたね。彼は本当に波のない走力の高い 3&D タイプの選手なんで、もうナゲッツにベストフィットなんですよね。はい、いつか戻ってきてください。マジでお願いします。KCP クラスの選手でも52Cマイナスぐらいになるんですよ。これ KCP と同じぐらいレーティング選手並べても大体ああそうなんかなるほどみたいになるんで、ここ低いと思った方もねちょっとご了承いただければなと思います。ペイトン・ワトソン君に関しては僕あんまり見てなくて知らないので飛ばします。次がマイケル・ポーター・ジュニアですね。まあパワーフォワードポジションなんですけど、スモールフォワードですねナゲッツだと。彼もプレーオフで評価ちょっと落としたんですけど、やはりレギュラーシーズンはね 40% 超えでどっからでも打てるスリーポイントシューターというところで、ナゲッツでは役割めちゃめちゃ限定されてますけど、ポテンシャル的にはクレイ・トンプソンバリのシャープシューターですからね。まあディフェンスはマジでできないけどね。ルーキーの時よりかはねだいぶ上手くなったんですけど、マンディフェンスもローテディフェンスももうちょっと頑張ってほしいですね今シーズンは。で新しくねジャスティン・ホリデー獲得しましたね。まあジェフ・グリーンとブルース・ブラウンっていう重要なローテ選手が抜けてしまったんで、あの上でね 3&D ができるホリデーを取ったのはいいんですけど、さすがにね単年ミニマムの選手なんで、ブルブラヨのような活躍がちょっと厳しいかなとは思うね。なんやかんやホリデー兄弟でさ、これジャスティン・ホリデーが実は一番お兄ちゃんなんだけど、ドリオ・ホリデーがね次男として一番成功してますね。マッテンのねアーロン・ホリデーもちょっと NBA から消えかかってますしね。クリスチャン・ブラウンはね昨シーズンルーキーながら株を上げましたね。まあ4年生でのルーキーだったんで、オールドルーキーだったんで即戦力級ではあったんですけど、ナゲッツのオフェンスシステムの理解度が非常に高くて速攻とかでいい活躍をしていました。もしかしたらナゲッツファンこのランク低いと思われるかもしれないんですけど、彼のできることも結構限定はされてるんでこのくらいランクかなと思います。でハンター・タイソンもルーキーですね。だからクリスチャン・ブラウンの例があるんで、なましねこういうナゲッツが取るルーキーバカにできないんで、彼ももしかしたら化ける可能性あります。次行きましょう。お次はビッグマンポジションと 2way 契約の選手ですが、まずジュリアン・スラザールーキーですね。1巡目下位の方なんですけど、彼もね結構クリスチャン・ブラウンタイプの選手なんで、もしかしたらナゲッツの限定的な役割によって化けるかもしれない。でアーロン・ゴードンですね。マジック時代はエースみたいなことしてましたけど、ナゲッツに来てから役割を限定してクリエイトを辞めることによってヨキッチに生かされてかなり活躍しましたね。で彼のランク69なんですけど、ちなみに八村今僕68にしてるんですよ。だからちょっと高いよっていう意味ではアーロン・ゴードンの方がさすがに評価初めて高いんで結構妥当なんじゃないかなと私は思っております。続き84ちょっと高い気がするしね。ジークナジあたりとかもね今シーズン出てきてほしいよね。確か今シーズンでルーキー契約終了する選手なんで、パワーフォワードとはなってますけどセンターポジションもできるプレイヤーなんで、まあディアンドレ・ジョーダン控えから出すよりかはジークナジに頑張ってほしいかなと思ってます。あれブラッコ・チャンチャーってさセルビア代表だよね。あれワールドカップいたっけ、見てないような気もするけど、すいません出てたらごめんなさい。でもうセンターニコライ・ヨキッチは次でまとめて話しましょう。はい、あの 100S ですね。クゾーレーティングでも堂々の1位となっております。次で説明します。ディアンドレ・ジョーダンはねなんで NBA 残れてるか七不思議レベルの選手なんで、 2way の選手を除くと E- 最下位21にしております。で 2way 選手は J ハフだけねレイカーズに一瞬いたんで覚えてるんですけど、それ以外の選手はちょっと存じ上げないので G ランクレーティング0とさせていただいてます。ご了承ください。ではまとめいきましょう。
では選手のタイプ&長所短所とサラリーとかも含めてまとめこちらになっております。非常に画面小さいので一時停止&拡大の方推奨でございます。全部説明すると長くなるので主要なところだけ言うと、まあ、マジでジャマール・マレーはねもうかなりできること多いんで、本当に短所で書いてますけどオールスター出れないのが不思議なレベルなんで、今シーズンはねナゲッツの順位がめちゃめちゃ低いとかは多分ないと思うんで、さすがにオールスター選ばれるかなと思うんですけど、ウェストのガードも激戦区だよね。まあジャモラントがね問題を起こして25試合出れないんで代わりに出ることでしょう。あとヨキッチに関してはもうジョーカーですね。これ金徳にしております。パープルで言うとね特殊能力のさらに上位互換みたいな感じなんですけど、歴史上ね彼みたいな選手僕見たことないんで、まあ、NBA 見て13年目でしかないんですけど、センターがねあんなパスもできてスリーポイント出るなんてね、マルク・ガソルがちょっとそれっぽいことやってたけどその比ではないから、ちょっともうジョーカーでいいかなって思ってます。でもちょっと弱点とか見当たらないんで、まあ、ジャンプできないとか競馬好きとかコーラ好き以外わかんないですね。ちょっともうよくわかんないですこの人で。私のクゾレーティングだと思う S 評価の選手5人しかいないですね。96から100の選手しかいないんで、100は堂々の1位ですね。さっきも言いました。あとの4人はね今後のシーズン動画で明かしていきたいと思います。まあ皆さんの予想とあんま変わらないとは思いますが、でディアンドレ・ジョーダンに関してはもうマジでコミュ力だけで NBA 残ってるんで、めちゃめちゃいい人なのは知ってます。ただもうディフェンスにおいては場所に接着剤ついてるレベルでフットワーク悪いんで、多分ねワールドカップ日本代表ね川又の方が上手いと思います。マジでなんで FA 解禁初日ですぐ決まったのか未だに謎だわ。ちょっとねルーキーの選手とかまだプレーをあんまり見れてない選手のところはクーラーにしておりません。そこはちょっとご了承ください。シーズン中に埋めていきたいと思います。で、そこも踏まえたナゲッツの強みなんですが、まあ言わずもがなでしょう。ヨキッチ&マレーの通面ゲームに NBA 全チームが対策ないんですよね。強いて言うんだったら、サンズがプレイオフ、もうベビン・ブッカーとケビン・デュラントのスターパワーゴリ押しで勝ってたシーンはあったんですけど、レイカーズに始まり、ヒート、ウルブスと本当にチンチンにやられてたんで、マレーだけでも止めても意味ないし、ヨキッチ止めようとすると他の選手、アーロン・ゴードンとか MPJ が好きついてくるんで、もう正直誰か対策してたら教えてほしいレベルなんですよね。なので、これが機能し続ける限りは、全チーム絶望した方がいいかなと思ってます。次にね今シーズンねオフに関してスタメンは誰も欠けてないんで、ナゲッツのあのスタメンがね今後も怪我しないようであれば普通に戦力が落ちないってことなので強いと思います。若干 MPJ とかはね怪我体制弱いんで、シーズン中欠けるようなことがあれば控え選手誰が代わりやるかっていうとちょっと疑問なんですけど、そこをね考えても不確定要素すぎるので一旦考えないとするとまあ強いっすよね。で最後にやっぱルーキーの育成とかめちゃめちゃうまいんで、今年取った選手ハンター・タイソンとかストラウザーとかクリスチャン・ブラウンのようにね即戦力級にしたら攻守する層の薄さとかは割と解消できる可能性はあります。しかし一応弱みもありますね。ヨキッチがねいないとねマジで NBA 最下位レベルに弱いんで、ヨキッチもね毎回40アップンフルで出るわけじゃないので、彼が出ないまあ12分から15分ぐらいをどう対策していくかっていうのはまあ昨シーズンに引き続き重要課題ではありますね。まあだってねアンドレ・ジョーダンは控えとしてはちょっとヤバすぎるからね、彼はもうベンチワーカーでしかないんで、それも関連してなんですけど意外と層が薄いんですよね。昨シーズンもプレイオフ見てるとわかると思うんですけど、ほぼ 7.5 人ローテ体制でやってたんで、クリスチャン・ブラウンですらプレタイムもらえない日とかもあったぐらいなので、さすがにレギュラーシーズンは9人12人ローテでやるとは思うんですけど、それが誰なのかっていうのがジャスティン・ホリデーの補強だけだと何とも決まってないところが不安ですよね。なんでそこをジーク・ナジとかチャンチャーとか頑張るのか、今年取ったルーキーのストラウザとか頑張るかは注目でございます。でそこも踏まえてですよね、最後主力が固まりすぎててシーズン中のテコ入れとか施策が特にないんですよね。バイアウトとか FA で戦力獲得する可能性はあるんですけど、じゃあアーロン・ゴードンとか KCP をアセットにしてトレードするとかっていうことに興味がないと思うんで、現状でうまくいかなかったらどうとかっていうのを多分考えてないんじゃない、考えてないことはないと思うけど、ヨキッチがね怪我したらどうするのってところはちょっと聞いてみたいですよね。 MPJ とかもそうだと思いますけど。最後に総括総合分析ですね。まあ、順位予想は2位とさせていただいております。理由としてはさっきも言いましたローテがね2枚落ちてる時点で昨シーズンよりやっぱ戦力ダウンはしちゃってるんですよね。マイク・マローンヘッドコーチも結構スタメンヘビーな起用方法なんで、代わりのローテ選手をちゃんと柔軟に起用できるかっていうところが僕は不安視してます。なのでレギュラーシーズンはレイカーズが1位、まあちょっとバイアスかかってますけど取らせていただいて、プレーオフでうちが勝てるとは言ってないっていうところです。まあ、とはいえねヨキッチも全然怪我しないんで、彼がいる以上は2位は硬いかなと思ってます。下振れしても3位っていうぐらい安定したチームではあるかなと思います。1位予想ロサンゼルスレイカーズ。おい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 、過小評価されすぎてねえか。今年のレイカーズは一味ちげえだろ。ロサンゼルスという土地を生かした素晴らしい補強とかさ、いっぱいあったでしょ。なんかパワーランキングとか7位とか中途半端な順位してるとこ多くてさ、さすがにうちらが優勝するっていうところをこの動画で話したいと思います。でもってこの動画の趣旨としては、まあ皆さん 2K ってあるじゃないですか。 NBA のゲームでレーティングっていう選手の指標を測るものがあるんですけど、結構不満が多いですね。だからこの動画は私なりに 2K レーティングだと不満が出る部分っていうのをなるべく
絡した私独自のクゾーレーティングというものを作成していきましたので、そこもお楽しみいただければなと思います。でもってまあまあそろそろね開幕1ヶ月も切ったんで、順位予想とかそういう予想展望とかも話していければなと思っております。まずはポイントガードからスモールフォワードポジションのおさらいですね。右から3番目の数字っていうのが私が決めた 2K に照らし合わせたレーティング。で、それに伴って私独自のランクも設定しております。ランクの基準っていうのは先ほどご説明したんで、そちらと合わせてご覧ください。で、一番右端が実際の 2K でのレーティングですね。こちらと私のランクを比べていただけるとわかりやすいと思います。で、ポイントガードからですが、まずは新加入のゲイブ・ヴィンセント。昨シーズンヒートをカンファレンスファイナルに導いた先発ポイントガードですね。まあ、スタメンじゃない時もありましたけど、彼の特徴なんといってもスリーポイントが打てるガードというところで、このポジションね昨年シュルーダーがやっていて結構いい活躍してくれたんですけど、どうしてもシュルーダーだとスリーポイントが安定しないっていうところで、ヴィンセントはこのスペーシングに安定感を持たせてくれるんでベストフィットだと思います。で、クゾーレーティングは72で、実際 2K は79ですね。 2K の方が加減がね実際のところ60くらいなので、ちょっと高めに設定してあるところ私の加減っていうのは0まであるので、ちょっと下振れはしちゃうっていう感じですね。ここはご了承ください。他の選手見比べてっていうところが肝だと思ってます。ルーキーの JHS ジェイレンフットシェフィーのですね、彼はルーキーなんで一律51とさせていただいております。まだ3ポイントが安定しないで、今年はあんまりプレイタイムもらえないかなと思います。なのでディーローやヴィンセントが怪我した時にプレイタイム5分10分もらえればいいといったところじゃないでしょうか。ま、彼に関しては優しい目で成長を見守っていきましょう。次がディーローですね。ディアンジェロラッセル、ちょっとプレイオフで評価を落としたので、だいぶ安めに契約することができました。レギュラーシーズンの強度だったらね、引き続きスコアリングとプレイメイクは一流、オールスターにも選ばれたことありますから、若干ディフェンスに不安があるので、もしかしたらヴィンセントとスタメンは交互に入れ替わる時があるかもしれません。ここの争いにも注目ですね。で、私レーティングは76で、 2K は82といったところですね。現時点ではヴィンセントより序列は上かなというところで、ヴィンセントよりは高めに設定させていただきました。まあこれくらいが妥当なんじゃないでしょうか。お次はシューティングガードオースティン・リーブスですね。いや彼もね比較的お買い得契約で残すことができました。ワールドカップ見ていた方だったらね、めちゃくちゃスコアリングで無双はしていたんで、もう来季期待でしかないです。人によってはもうディーロより上だよっていう人もいるかもしれないですけど、現状ではまだディーローの方が序列的には上かなというところ。給料でもね1年あたりだったらディーローの方が上ですから、ちょっとディーローより低めの74とさせていただいております。でも 2K はもう82いってるんですね。めっちゃ高いっすね。次はマックス・クリスティ。彼もまだ2年目なんですけど、サマーリーグでめちゃめちゃ活躍していました。ただまあサマーリーグの活躍だけだと思うので、まだ 55C- と低めには設定させていただいております。ただ実際は NBA レベルも通用するかもしれないので、ここはシーズン中に上がっていく可能性はありますね。彼も 3&D で期待の選手です。次はスモールフォワードですね。まずは新加入のキャムレディッシュ。いや私彼のこと昨シーズンからずっと2巡目で取れるなら欲しいって言ってたけど、なんか FA でタダで来ましたね。しかもほぼミニマム契約というところで、結構60と私の中では低めにさせていただいておりますね。攻術で八村よりはだいぶ低く設定してあります。ちょっと彼の場合ね、波がある選手なんですよね。スコアリングとかシューズは上手いんですけど、ディフェンスオフェンスでまだちょっと波があるっていうところなんで、ここはシーズン中期待したいですね。次はトーリアンプリンスですね。レディッシュよりかはディフェンスとかで安定感があるので、レディッシュよりは高めにさせてもらってますが、私大好きな NBA YouTuber でよくライブやってるハレイレさん曰く、プレオフでちょっとマンディフェンスがひどかったというお話はありますが、一応 3&D と言われている選手です。まあ、なのでレディッシュよりは期待できるウィングではあるけど、ヴィンセントとかリーブスよりかは今ちょっと結果が市場価値が落ちるというところで 68B- とさせていただいております。で、最後にマクセル・ルイス。彼は2巡目指名のルーキーですね。まあ、彼もねサマーリーグで全試合見てみたんですけど、まあ、ちょっと荒すぎるので、おそらくまあ G リーグで修行を積む位置になるんじゃないでしょうか。ほぼレギュラーシーズンで見ることはないと思ってほしいです。画面切り替わりまして、パワーフォワードからツーウェイ契約の選手までですね。まあもうレブロについてはあんま言うことないんで、まあ91と高めに設定しております。 2K でもね96と同率で確かこれ2位の数字なんですよ。1位がヨキッチで、あと残り5人くらい96っていう数字なんで、めちゃめちゃ 2K だと高いなって僕は思っちゃったんですよね。僕も一応レブロンファンではあるんですけど、まあちょっとサボり癖とかスタミナとかもねどんどん衰えてきてはいるんで、39歳で 91A+ で十分じゃないですかね。で、次がバンダービルですね。まあ彼はマジでディフェンスとリバウンドに全振りした選手なんで、オフェンス力がないというところで 67C+ というところですかね。下の八村より低くしてるのはもうそのオフェンス力がマジないっていうところで、おそらくレギュラーシーズンは一旦八村にスタメン奪われるんじゃないかなと思ってるんで、この数値にしております。で、次が我らが八村塁ですね。75です。先ほどの画面でリーブスと見比べてください。僕1高くしてるんですよ。これなんでかっていうと、リーブスよりディフェンスに期待が持てるっていうところをプレフで証明したというところで、単年あたりの契約も実は八村の方がリーブスより高いんですよね。年数はリーブスの方が長いですが、なので1上げて 75B とさせていただいております。でも 2K だとバンダー
ダービルと同じ79なんだね。いや、ここをさ、八村80以上にしろっていう意見があると思うから、俺は独自のこのクズオレーティングのを作ったっていうわけです。お次はセンター、アンソニー・デイビスですね。まあ、眉毛さんに関してはマジで65試合以上出れば DPOI、もしかしたら MVP も狙えるかもしれない。レイカーズが1位になったら可能性全然あるからね。ただその65試合出るのがめちゃめちゃ難しい。だからこそ 2K ではレブロンより低いし、私のレーティングでもレブロンよりちょっと低くはしてあるっていう感じですね。本当に怪我だけしないでほしいですね。ヘイズもウッドも入ってきたんで、割りかし彼のプレーミニッツっても減らせるんで、ここはマジで怪我だけしないでほしいって感じです。次が新加入ジャクソン・ヘイズですね。彼もね、八村と同期なんですが、ちょっとペリカンズでは素行の面とかもあってなかなか伸び悩んだというところ。ただポテンシャルはやばいですよね。結構身体能力が高い系のセンターなんで、ポテンシャルが開花したのならば AD の控えディフェンシブビッグを任したいところなんですが、まあまだ不安もあるので55Cマイナスといったところ。で最後クリスチャウトですね。いや彼の金はマジででかい。AD がバックトゥーバックとかで休んだ時にワンセンター任せられることはできるんで、ちょっとディフェンス面は不安なんですけど、オフェンスでの貢献度っていうのは3ポイントも打てるので、レブロンとかリーブスのスペーシングも与えてくれるっていうところで、彼にはマジで期待したいですね。まあ懸念としては若干八村と役割が被る時があるんで、八村のプレイタイムが30分いかないんじゃないかっていう懸念があるんですけど、そこは八村に負けてほしくない。まあディフェンスの面も考慮して八村よりちょっと低い71Bとさせていただきました。 2K では79、一緒ですね。で最後 2way なんですけど、まあ彼らに関しては情報少ないんで軽めに行きたいと思います。コリンキャスルとサマーリーグで大活躍していたメイソンプラムリーとかシェングみたいなパスが上手いセンターですね。まあ、ただまだ荒削りなんで、おそらくあんまりレギュラーシーズンで見る機会はないでしょう。このセンター上の3枚のうち2人怪我したら見る機会もしかしたらあるかもしれないぐらいですね。アレックス・ファッチっていう選手はまだほぼバンダービルドみたいなディフェンス全振りの選手なんで、まあ多分見る機会はない。ディモイ・ホッチも一緒ですね。まあ 2way 選手っていうのは生き残らない選手の方が多い、ほぼほぼ NB で通用しない選手の方が多いっていうところで、私は 0G にしております。こういう0とか G の選手っていうのをクゾーレーティングではいるので、 2K レーティングよりは加減が広いっていうところ、なのである程度、あ、この人低くないかと思うのはしょうがないというか、理解をしていただきたいですね。で最後に全選手をまとめてみました。ちょっとね、タイプ分けとかもしてるんで、その都合上画面ちっちゃいと思うので、拡大と、一時動画の停止推奨でございます。まあ全部はさっき言ったんで説明しないんですけど、タイプ分けとかね、もしね、レイカーズのこと全然知らないよって方いたら、これを参考に、あ、こういう選手なんだっていうのを見ていただければなと思ってます。なんかレブロンだけ、O って書いてるんですけど、できること多すぎるんで、マスが足りなかったんで、O でまとめときました。まあ O でいいじゃん。あと、用語的になんか H とかって書いてるんですけど、これハンドラーって意味ですね。この用語っていうのは僕、ライブとかで解説しようかなと思ってます。ちょっとハレリアさんの用語真似て見てるしてるところもあるんで、ぜひ皆さんこの用語わからないよって方はぜひライブに遊びに来てほしいです。あとはね、サラリーとかもまとめておりますんで、ここちょっと間違いがあったら申し訳ないです。コメントで訂正お願いします。で今回のね、動画初回なんで、今後ね、まあ身長とか体重があった方がわかりやすいよ、出身大学欲しいよとか、そういう意見もお待ちしております。ただあんまりね、要素付け足すと表自体がわちゃわちゃして見づらくなるんで、意見は今後お待ちしております。で、それを元にしたレイカーズの強みっていうところなんですけど、まずポジションバランスがめちゃくちゃいいですね。昨シーズンとかはウィングだけ手薄でガードだけめっちゃ多いみたいな状態あったんで、スリーガードやフォーガードやハム太郎やみたいなことあったんですが、今年に関してはないと信じたいですね。まあ要所でスリーガードはね、ヴィンセント、ディーロ、リーブス並べてやると思うんだけど、まあ頻度は減ると思います。あとはですね、戦力流出を最小限に戦力補強を行っているという点ですね。今年に関してはちょっと長くなるので説明しないんですけど、新 CBA っていう新たなサラリーのルールが付け足されたんで、どのチームも戦力流出が結構あるんですよ。例えばナゲッツなんかね、ブルース・ブラウンがやっぱ高額契約で引き止められなかったりとか、ジェフ・グリーンも抜けてますよね。そういうチームがウェストとかイーストに多い中で、レイカーズはシュルーダーとトロイ・ブラウンぐらいですね、抜けたローテに食い込んでた選手っていうのは。なので他のチームはマイナスけど、レイカーズは現状維持かつプラスアルファがあるんで、僕は強いと思ってます。あと結構お買い得契約の選手が多いですね。先ほどの画面に戻ってサラリーとか見比べてほしいんですけど、かなりトレードしやすい契約と年数の選手が多くなったので、もしこれで失敗したとしてもトレードデッドラインまでに昨シーズンね、神ムーブを起こしましたよね。あれがまたできる可能性はあります。でもちろんうまくいったならば長期構想に入れて今後 2,3 年強くなることも可能なんで、まあレイカーズ最強っていうことです。逆に弱みっていうところもちゃんと言っていこうかなと思うんですけど、 AD 以外のリムプロテクトタイプのセンターっていうのが、まあいるとは言えない状態なんで、昨シーズンねカンファレンスファイナルでチンチンにされたヨキッチ対策ができないってのが厳しいっすね。ウッドとヘイズもプロテクトできなくはないけど、まあ他の選手止めるぐらいのレベルじゃないんで、ここをもしかしたらシーズン中にまだロスター14枠しか埋まってないんで、1枠で埋めてくる可能性はあると思います。あとベバリーとかシュルーダーみたいな昨シーズンにいたペリメーターディフェンスタイプの選手がいないってことですね。ゲームヴィンセントとかある程度できるんですけど、相手のエースガードにつける、それこそジャモラントとかジャマールマレーにつけたいウエストの強力ガード陣っていっぱいいますよね。シャイとかルカドンチとか、それを守れるタイプの選手がいるのがちょっと不安っちゃ不安ですね。だからロスターの最後の枠をレギュラーシーズンは柔軟性持たせるために開けておいて、
てペリメーター D かそれともリムプロテクタータイプの選手かを埋めるかとは思います。あと最後にやっぱり AD とレブロンの健康がちょっと不安になってきてるんで、今年ね確かに補強はしたリーブスと八村も素晴らしいスコアリングはしてくれると思うし、他の選手も入ってきたはいいけど、さすがにシーズンの半分以上 AD とレブロンどっちもいませんみたいなことになったら優勝1位とかは口が裂けても言えないんで、ここは本当に頼むから健康でいてくれ、他の選手たちがプレータイム食うことによって負担を減らしてくれみたいな状態ではありますね。で、総括しますと、まあ、バイアスは当然入ってます。私、レイカーズファンなんで、レギュラーシーズンは1位予想させていただこうかなと思ってます。これ、なんで1位予想かっていうのは、今後ね、他のチームの戦力分析とかもやっていく中で、比べた上での1位予想なんで、まあ、現時点で、いや、高え、そんなことねえよっていうのはちょっと待ってください。あとはまあ、最低でもね、4位以内に収まるんじゃないかなと思ってます。それこそマジでレギュラーシーズン何起こるかわかんないんで、誰かしら怪我したりやっぱするんで、そこ予想できない点も含めて、1位から4位は狙える戦力じゃないかなと僕は思ってます。試しに左下のね、なんか星ついてるやつもやってみたんですけど、これは他のチームとか見比べて変えるかもしれないんで、今は分かりやすいにやってるだけです。で、右の理由っていうのは先ほども言ったんで動画止めてご覧ください。ウエスト戦力分析まとめ。She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic.To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and she's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah.Got a body that she pokes in. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby. 10月28日時点クーズホレーティング改訂版。ご視聴ありがとうございました。こちらのレーティングシーズン中にも3から4まで回に分けて改訂する予定ですので、お楽しみに。